みんな声入ったよ。オッケー。はい。あ、みんなコンファミリー。コンファミリー。コンファミリー。いつの間にそんな呼び方が増えてしまったのだろう。ねえ、増えちょる挨拶。いつの間にか増えちょるよ、呼び方が。ちょるだよ。いや、呼び方は勝手に入るもの。うん。仕方ない。みんなこんばんは。今日はな、ね、あの、りょう先生と、アレスさんと、イキトさんとで、違うわ。オロチマルよ。あ、違います。シアフォードでーす。ジャンプ二大巨頭が揃っちゃる。なんと。俺はガンダムに乗らないといけないな。アムロさんまで来ちゃるが。ペガサスさんと、オロツマルさんと、アムロレイさんが来とります。4人で、ディボアっていうホラーゲームやります。やります。私にかかればもうクリアも同然ね。ね、これはいつまでやってく？飽きるまでやるわ。飽きるからやります。飽きるか喉が潰れるまでやる。あ、助かります。ね、最初あれじゃない、待機してくれた人、和光さん待機ありがとう、めこさん待機ありがとう、下月さんも待機ありがとう、ちかさんもありがとう、つよじさんもありがとう、やとみさん、なわきちさん待機ありがとう。ほいじゃほいじゃね、ゲーム始めていくんだけど、多分ね、あちら4人、あまりの怖さにいっぱいいっぱいになってしまうから、ちょっとね、コメントは、拾いきれるかちょっとわからんから、ちょっとそこのところはね、お願いしたいの、みんなに。よろしくね。頑張って、ヒロケン。うちにテンション上げていくわよ。うん。よきに。はい、頑張る。ルールはいらないのですか？はい、一応、先ほどのルールをもう一度ご説明していただけたらだと思います。あ、それがね、飲むのはね、でも、あれじゃない、最初にムービーが始まるから大丈夫かな。ちょっとまず、世界観の説明から入った方が良いと思うから。お、そんな、うん。そう、このゲーム最初に、ムービーが始まって、ゲームの舞台になるお屋敷に入る前の、お外でね、りょう先生。お庭でちょっと操作確認ができるから、ね、ちょっとそこでみんなで操作感確かめながらちょっとお話ししたら良いね。ちゃんとチュートリアルがあるから親切なのよ、はい、このゲーム。大丈夫かいね。オロチマル優しい。オロチマル優しい。オロチマル優しいよ。あ、ユーリュさんありがとね。頑張るよ。みんなの力を狙ってるのよ。だから取り入れとしてる。あ、なるほどね。難易度はつまり体だけか。素体としてあなたの体が最適なのよ。いやー、体だけが目的だったということで。キャーキャーだ。なんていう人なんだ。バッテリーって何？これはね、これはね、あれなの。ピッチャーと、キャッチャーみたいな。野球じゃないの。ね、いや、ねえ、いい冒険ね。そう、お化けにね、弾投げられたらいいんだけど、今回、うつら4人の武器って今、ね、4人並んじゃるけど、手元にある、この懐中電灯。懐中電灯が、今、りょう先生、プルプルしてくれてるんだけど、これのね、切り替えで UV ライトを照らすっていうのがあってね、それのバッテリーのことじゃと思うの。なるほどね。ほいじゃほいじゃ。ボールは投げないってことね。そうなの。ボールは投げられんの。物理で。ボールは投げんと。そう。うずらはもう、お化けに戦いできるのは、ライト照らすことだけじゃね。おー。まあ、お化けはライトが嫌いだから。ね。意外と高機能な懐中電灯なのよ、これ。UV ライトとね、入れ替えることができるっていうね。うん、そういうことじゃね。100円じゃ買えないね、これね。うん、みんなキャラモデルはこれ何になってるんかな。これ多分説明文見れると思うんだけど、うちはね、元モデルさん、エイプリルって人、
りょう先生のこれは耐えられます耐えられますカルティスト話すのが苦手アゼゼルの大ファンって書いてるわねアゼゼルっていうのがあのあれじゃね今日の儀式に出てくるあの悪魔の人じゃと思うアゼゼルかうん儀式の要となってくる悪魔の名前ようわーすごいちょっと内容が入ってこないけど残念ですかなり残念ですこっちも内容が入ってこないねアルさんはアルさんは、ね、アルさんは僕はねサムっていうねハリウッド俳優の落ちサムサムサム、うん、ジョン・ウェインの映画と悪魔サタン悪魔サタンが大好きな人間嫌いだそうですあーすごいみんなこじれとるねこじれてるねゆきとさんはシアフォードはスタンドアップコメディアンのなりそこないですコメディアンをカルト教団の礼服購入費用に当ててしまいましたなんて愚かなのでしょうデュエルをしましょうねそうじゃねまあここにおる4人はすごいみんなアウトローな人たちじゃねオベラートはいほいじゃほいじゃ早速まずはゲーム始めてムービー見てこうねはいはーいはい先生始まるんや今日は引率のムイボーイが大変ですでもやめません残念ですやめないのかよ私もやめないわなんとかこれで2時間生き延びるのよカリフォルニアの時間がわからないけど、ね、ブリスタリング under the summer sun 大丈夫かそれ英語わかりません始まっとる始まっとるねあ字幕隠れとる2006年アメリカ合衆カリフォルニア州御用手回りアゼーゼルを召喚するということです召喚ザ・ウォーディナッツはアゼーゼルの悪魔のカルト教団のリーダー指揮召喚サクリファイスサクリファイスを召喚します一体何を言ってるんだこの人たちはアゼーゼルを召喚するというサクリファイスを召喚しますそこにはシャアがいるのかモンスターを吸収します本性の中から見つけた儀式を試しヤギの悪魔を復活やっぱり2年前は負担が大きいです大きいのです前年アイテムは負担が大きいのですね、副音声かぶりまくりだろカナダはアナが最も信頼する崇拝者として彼女の家を訪れたのよ何が、そして誰が途中でやめないでくれません懐中電灯をつけまーす、はい、これつけまーす映像の尺が悪いわね前にハゲがいますハゲがいますハゲがいますおー誰のことちょっと待ってのかしらやばい光ってる光ってるこのハゲみんな大丈夫うちちょっとこのハゲ後頭部光っとるで誰のことを言ってるのかしらねこのハゲ後頭部光ってるでピカピカだよ飛べまーす飛べまーす暗い UV ライト暗いなさいとオプション UV のやり方教えてほしいです右クリック右あパッドですマウスではありません知りませんじゃあ知らないわ自分で調べなさい知りませんよそしたらもう Wait! ゲームが成立しません頑張れいろ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 押してみなさいよあこれで大丈夫かいね No Come on だいたい L とか R とかじゃないのねえ丸ボタンとか三角ボタンとかねうんムイボーイ、ムイボーイ、パッドの UV はどうやってやるのですか？パッドの AV はね、ZR、ZR。前回ね。ウェイ、ZR。そんなボタンはありません。ちょっと何使ってんだよお前。ねえ、殴り合い、ね。ウェイト。とね、ゆきとさんね、あのキーボードのエスケープキーわかる？あの左上にあるあの ESC ってやつ。あれ一回押すとそう涼先生ちょっとなんか普通じゃないのあこれできてますかできてますかできとる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 問題ありません問題ありませんほいでほいであるじゃねはい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 右上のあの紫のゲージが UV ライト出せる、あれじゃね減ってます回復してます今どんどん回復してますこれねうん、
これ自動で回復するの？あ、本当回復する。ボツもちょっとみんな待ってね。みんなで捜査官確認しとるよ。ここにドキュメントがあるわ。読んでください。はい。あれ、これそういう感じでいく感じなのね。アクション要素はここだけよ。よいしょよいしょよいしょ。召喚の儀式のためにヤギを集めるのは簡単じゃなかった。餌になる藁がたくさんあったのは良かったけれど、これを一人でやっていいものなのか疑問に思えてきた。レインさんはいつも私に時が来たら仲間のところへ戻るべきだって言ってた。なんだか変な感覚、皮膚が焼けているような。ねえ、なんじゃろこれ。これ今回敵になるカルト教団員の手記みたいなものかしらね。あ、そうかもしれん。本当はね、先に一人で先行してっちょってね、これからのこちらを追跡するあれになるんかもしれん。こちら、ね、ねえ、そう、こちら4人で、こちら4人でね、一人があのやり残した儀式を完成して、ねえ、なんだか変な感覚、皮膚が焼けているようだって。もうすでに焼けてるやつおるで。ねえ、そうそうなの、ここにおるの。もしかして、お前もしかしてこいつ、エド転生の副作用がこうなったのよ。あー、なんかよく見ると蛇っぽいかもしれん。通常は包帯をぐるぐる巻きにしてるのだけど、やっぱりね、顔見せたいじゃない。怖いからこっち向くな。あ、ユキトさん早速なんか物持っとるが。え、何やってんのあの人。持ってません、何もありません。やばい、どこにいるのか分かんない。誰も、うん、持ってるじゃねえかよお前。それはガソリンね。ポリタンク持っとるで。手放し方が分かりません。あの G でドロップです。 G、うん、G じゃないんです。いろいろ押して試してみなさいよ。うん、 G でドロップです。それは何ね、これ。いけました、捨てられました。これは灯油、灯油。あ、取られました、取られました。おい、いけます。どうじゃない、とりあえず干し草持っちゃった。うん、そうじゃね、干し草は持ってって。おい、じゃあみんな持つもの持ったらあれかいね。まずはあの景色くべるところに行くかいね。え、部屋入らないの。ついに、まずこっちよ。燃やします。ここに燃えているものがあります。本当？謎にっぽい。謎にっぽい。なんか声聞こえたよ。俺は野犬。野犬の声ね。本当じゃね。野犬なんかいんのか俺。大丈夫？あら、ここに可愛い可愛いヤギがいるわね。あ、お前。本当じゃ。美味しそうなヤギが。今日はジンギスカン鍋ですか。ジンギスカン鍋じゃね、ジンギスカン。ジンギスカン焼きだね、今日はね。美味しい美味しい。これをね、これを10匹イケニアに捧げたらクリアじゃね。いや、なんかこんなね、捕まってんだったら簡単よね、こんなできんの、ね。みんなみんな、こっちこっちこっち。今、両先生、あの、オロチマル先生が言っちょるよ。こっちもいいな。オロチマルさん、オロチマルさん、進めんの早いっす。進めんの早いっす。進めんの早いっす。大丈夫、大丈夫。マジトーンです。マジ横です。あるの勝ちです。あるの勝ちです。それは悪かったわね。私が悪かったわ。みんなここに手記があるわ。あ、ほんとじゃあ、うちも見る。はい、じゃあ、僕も確認しましょう。今夜が、ウォッチャーズが待ち望んでいた時よ。もうすぐヤギを生贄にする時間。これをするのは私じゃなきゃダメなの。他の人が関わればアゼーゼルと私の絆が壊れ、彼が追放されてしまうかもしれない。私どうして震えているんだろう。あ、これがうちらがやる理由じゃね。アゼーゼルとの絆を破壊するの。そうで、アゼーゼルを追放するのがうちらの目的じゃね。この邪魔して。なるほどね。ほら、ここに鍵があるわね。ほんとじゃ。
もしかして、あの人生っていうか、2周目の方ですかな、もしかして。ナロケさん。私は未来が見えるのよ。あ、いや、拾いました。私のものです。私のものです。じゃあ、ゆきとさん、それちょっと大事に持っちゃって、さっきのね、あの、おひつじのケージの鍵じゃと思うの。テープゴートを解放します。マジックカード発動です。あ、じゃあ、あれだね。うん、羊を。羊じゃねえや、お前がスケープゴートって言うからなんかもうヤギか羊か分かんなくなっちまったじゃん。羊トークンを3体、4体、フィールドに特殊召喚しまーす。まずはあれだよね。これに火つけんといけんのじゃないかいね。え、そうなの？りょう先生、りょう先生、あ、ほろちまる先生。ここのあれは火つけんで大丈夫なんかな？羊逃げるかした。これは焼直前につければ大丈夫。焼つけんつけんだけ大丈夫？わかった。何してるの羊？全員逃げちゃったじゃないのよ。お前中入れ、中入れも。こいつがやりました。こいつがやりました。あなたもここで一生暮らしてなさい。いやでーす。そんなことは許されません。あ、もう開けてもおらんくなった、おらんくなった。いけにえこいつでいいじゃんね、もうね。いやでーす。シアフォードが全部逃がしたのよ。あ、ほんとに、はい、あ、見逃しちゃった。あ、ね、この羽根さん来とる。配信のことも考えずに。カメラもあるんだからそれ考えなさいよ。逃がすのはカメラが来てから逃がすのよ。分かった。うっかりです、うっかりです。分かったならみんながあのごめんね、あの今日ゆきとさんでちょっとね、あのアルコール入っちゃるからちょっと寛大な気持ちで見てあげてね。言われてます、バラされてます。悲しいです。飲みたくなる時だってあります。ペガサスも飲みたくなる時があります。もうキャラ苦しそうだよ。みんなはいはいはい、ここ空いてるわよ。あ、ここだね。人生2周目の人早いってだから。ここに未来が見えるのよ。ここに入れば良いんじゃね。え、これって今どうなって。誰も来ないので引き返します。誰も来ません、誰も来ません。ヤギを、ヤギをあの逃がしちゃってヤギを、じゃあこれから捕まえに行くってことね。そうそうそう、はいはい、そういうことよ。ヤギはね、普通じゃ捕まえられんから、今ね、アルシさんが持ってる藁で餌付けしてあげて、食べちょる時に拾えるようになるの。拾ってどうすんの。拾ってね、さっきのあそこの今みんなで集合したところ、祭壇のところに行って、あそこでね、チューチュー焼くの。焼くんだ。うん、そういうこと。やっぱりガソリンがいります。ガソリンを持っていきます。先に燃やした方がいいの、あれ。ガソリンはあの儀式のお皿の近くに置いておいたらいいわ。なるほど。ストップしておくと楽よ。道が分かりません。あとここで走ってます。どうやって走るんですか。ウェイト、ビーム走りたいです。シフト。シフトは何です。左スティック押し込みとか。そう、押し込み操作でダッシュになるはず。あれ、みんなおらん。どこ行ってしまったの。しゃがんでるわよ、シーアフォード。今、儀式のところに来てポリタンク置いてきた。あ、ほんと？あ、みんなおる。走りました。やりました。走ったわね。やってます。ちょっと待って。ちょっと待ってもらっていい？なんかすごい暗すぎて全然見えんのじゃけど。え？明るくできんのかな？うん。え、もう、あれじゃない？できんじゃない？オプションで。グラフィック設定とか。ないわ。とりあえず羊を探します。ないわね。早い。待って。動いてない、こっち。動いてないよ、この人。あ、ちょっと待ってね。はい。ケツヤボーイ。ね、ちょっとみんな暗くて話したけど、懐中電灯の明かり頼りにしたい。頑張って進もうね。よし。でも、羊はこの家の中に入ってしまったと。うん。ここじゃね、ここ。じゃあ、みんなで入ってこう。行きますか。カメラ先に行きなさいよ。うん。そうだよ。あ、じゃあ、うちが最初に行く。はい。あ、わたげさん、いらっしゃい。あ、名もないるろうにさんもいらっしゃい。あと、初見先に行きなさいよ。あ、もう人生2周目だもんね、オロチマルね。そうよ。私はミレニアム愛で全てを見通してます。初見といえども初見ではありません。お前は何なんだよ、さっきから、本当に。なんか、音がすごい怖い。なんか、ズズズズ。あ、あるわ、ね、あ、本当じゃ、なんか、奥にあるよ、なんか。ブイボーイ、
どれ？あ、ここ通れる？あ、通れん。これ読まなくていいの？読み、この鍵、鍵があるわよ、ここに。お任せします。初期？初期？読まなくていいの、初期。あ、これじゃね？うん。何の声？何の声？言ってます。頭の中でアゼーゼルの声が聞こえ、全身の血管の中に彼の怒りを感じる。もう彼をコントロールできなくなっているみたい。どうなっているの？勝手に口走ってしまう。うん。口走ってしまう。奇妙な言葉を止められない。言葉にするたびに彼のテストに囲まれているようで、それで終わっちょる。時期はここで途切れちょる。途切れちょる。うん。じゃあ滅亡式が多分なんかあるかもしんないね。バイオハザードでーす。あ、鍵取った？鍵取った？鍵取ったわよ。あ、オロチマル先生ありがとう。何の鍵取ったの？そう、何の鍵だったの？地下室の鍵ね。あ、じゃあこれで開くんじゃん。ここよ。行くわよみんな。うん。じゃあ今そのアゼーゼルに取り憑かれとる女の人が。なんで私が先頭になってるのかしら。鍵持ってるからだろ。鍵持ってるからです。おバカなのですか？はい。行きなさいよ早く。いやちょっと待って、だってもう開幕包丁分刺さっちょるもん。ちょっと取れないのですか？ドロップドロップ。ドロップ。武器というものはないのよ。包丁をドロップしたいです。包丁欲しいです。もう音が聞こえちゃう。あれ荒れてるね。いるわね。もう音が聞こえるよ。あの先何か見え、あ、おる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 よ。こいつか。あ、消えた。真っ暗になった。うわー。始まったわ。おい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 、始まっちまったじゃねえか。これじゃあみんなで手分けしてよ。ゲームが始まったわ。なるほどね。はい。じゃあみんなで手分けして、お羊探して頑張ります。はい、頑張ります。みんなで固まって移動した方がいいんじゃないかな。あ、藁がありません。藁をください。あ、藁こっちあるよ。藁こっちあるよ。こっちあるよ。こっちあるよ。何の声、何の声よ今の。藁をゲットです。渋滞してる渋滞してる。藁いろいろ渋滞してる。あ、ゲストルームの鍵っての手に入れたよ。ゲストルームの鍵？私もメインベッドルームの鍵。あ、ここに手記があるわ。みんな来てちょうだい。あ、本当？本当？本当？行く行く。こっち。目が目光ってるから分かりやすいなお前。場所が分かりません。え、どこどこ？こっちよ。はい。こっちよ、シアフォード。どこにいるのあなた？これじゃね。本当あなたどこにいるのこれ今？彼らは光を恐れるようで、彼らを止めようとしているんだけど。助けて許して。あーこれもうだいぶやばい。あれやられやばそう。やられながら書いちゃったやつね、うん、これね。さっきあのドアにおった人よね。ドアにおって消えちゃった人。あ、鍵がね。本当だ。あ、プレールの鍵ね。何の声？何の声？多分ね、オロチマル先生の声だと思うのこれ。え、味方ではなく敵でしたか、オロチマル。オロチマルボーイ。マックスの見た目、この見た目だから誤解されやすいけど、私結構優しいのよ。わかる。まあ、人生2周目ですからね。わかりません。あ、入った。鍵を見つけました。シアフォード、鍵を見つけました。もう何の鍵？何の鍵？えらいよ。書斎の鍵。書斎の鍵です。書斎の鍵。こっち、こっち、ここよ。ぴったりです。ここ。素敵なシアフォードにぴったりです。開いて、入れね。こっちよシアフォード、こっちに来なさい。こっちって言われてもどっちかわからないです。さっき、さっき手記があったところよ、手記が。緑のランプがついちょるところ。なるほど。ここここ、ここ発見しました。ここよ、こっちに来なさい、ここが書斎よ。あー Wait。 え？ Wait、Wait。 え？あ、開いた。お、いいね。あ、声聞こえる。あ、ゲットの音に。こう。はい、食べなさい、早くわらを。美味しそうなわらでしょ。あ、なるほど。あ、捕まえたわ。あ、じゃあみんなで、あの、生贄に捧げるところ見に行こう。オッケー。行くわね。どっちかしら、儀式の場所は。あ、こっちこっち。出口はこっちじゃなかった？
2周目なのに微妙です。うるさいわね。あ、アイチョル、アイチョル、外でチョル。え、みんなどこから出たの？あ、こっちこっち。玄関から。りょう先生、ライト今振っちょるんじゃけど見える？あの、最初の。あ、こっちこっち。ジンギスカン鍋作るよ。イェーイ。ジンギスカン。あえて触れません。いろいろ思うところがあるのであえて触れません。面白い。面白い。お、なにこいつ。え、びっくりさせるじゃないの。口寄せの術ね、これは。さっきのがあれじゃね、あの呼ばれてきたあのしもべの悪魔じゃね。なるほどね。ライト照らしてやっつけるの。誰か灯油入れな。あ、わかった。入れます。入れろよ。あ、入れよ。あ、じゃあうち入れる。お、お、お、あ、入れてる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 。あ、入れちょる。そんなモーションあったかしら、なんか。ね、なんか入れてるね。あ、ついた、ついた。で、あ、入っちょる。え、なんの声。あ、燃えてる燃えてる。燃やすたんびに敵が強くなるから気をつけなさい。あ、そうなんすね。了解です。まさにリリース召喚です。リリース召喚です。じゃあみんなでまた散策しに行けばいいんかいね。あ、ねえ、そうね。あ、近くから行く。じゃあうちこっちの正面から行く。これはあかんのかな。いってらっしゃい。あまり単独行動を取るのはまあ、なんかいまーす。なんかいまーす。なんかいまーす。何がいるの？悪魔がいまーす。燃やしてまーす。燃やしてまーす。いいねー。燃やしてまーす。ナイスよ。うわー。あ、あの、うちらが最初出て、見ちゃった、見ちゃった。お、オロチマル。負けでーす。オロチマルの負けでーす。え、オロチマルどこ？私、生き延びたわ。オロチマルどこ？2階に行ったわ。あ、なるほど。台所あたり危ないから気をつけなさい。おる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 。おるね。台所がわかりません。2階今ね、1階のね、危ない危ない、来た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 。こっち来るよ、こっち来るよ。扉閉めるわ。これは無意防衛です。これは無意防衛です。じゃあ俺2階に行こう。うちも2階に行く。怖いもん、怖いもん。よいしょ。ついていきます。このゲーム、バラが置いてあるんだけど、実績としてあるから集めてみるのもいいかもしれないわね。あ、そうなの？バラ、赤いバラが咲いとるの見かけたらね。ヤギの声が聞こえるわ。あ、いた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 。俺にヤギがいます。俺にヤギがいます。屋根裏です。あ、ヤギゲット。共用バスルーム、共用バスルーム。ヤギゲットしちゃった。あ、本当？ナイス、いいわね。燃やします。じゃあ燃やしてくるわ。無意防衛についていきます。共用バスルーム2階にあるわよ。こっちに来なさい。あ、こっち、はい。ここよ、この部屋。お前美味しく調理してやるからな。入った。あ、おったおった。ヤギ、ほら、食べなさい。誰が食べるのかしら。あ、じゃあ、うち持ってく。無意の、ずっと歩いてる。あ、捕まえました。取られた。これにヤギを入れて。入れてきまーす。ヤギいたわよ。うわ、ガルル。なんだしら。何を笑ってるのかしらね、何を。ああ、燃えた燃えた。いい感じで燃えてるよ。声聞こえる。いい感じに燃えてるで。楽しい楽しい。さあ焼きに行くわよ。オロチボーイと一緒に行きまーす。うん、落ち着いて。あ、捕まってます、捕まってます。あー、あー、はーい。捕まった。外で捕まったけど2階に連れて行かれた。ちょっと待って。あら、羊が逃げてます。え、どこ？羊。入り口です。入り口はちょっと。オッケーオッケー。何かいます。悪魔がいます。 UV が不安です。よいしょ。あー、あー、さよなら。
わらが欲しいです。そう、わらあるんだけどね、手前。誰か助けて。あ、ちょっと待って、はい、近くに寄るとうちも怖いことになるから無理。あ、良いです、さすがです。あ、もう一個ある、もう一個ある、もう一個ある、はいはいはい、こちらが捕まえます、こちらが捕まえます。オッケーオッケーオッケー、そちらをお願いします。じゃあ俺こっち使うわ、捕まえるわ。どうやっていったらいいの。今3階にいる。あ、おるおるおる、見かけちょるよ。死んじまえ。よしよしよし、いきます。アルスボーイと共に燃やしに行きます。燃やしに行きます。楽しいね。怖いよ。遠近者枠がどうも狙われてるような感じがします。誰か助けて、誰か。ちょっと待ちなさい。あ、ちょっと待って、今焼くからこいつら。これまとめ焼きできないの。ああ、天使、天使。あった、捕まえ。あ、これじゃね、これじゃ。ビーム。ああ、怖い。いいね。もう本当にびっくりさせやがった。すげえ、これ。怖いよ、怖いよ、怖いよ。燃やせ燃やせ。燃やします。燃やせ。ケープコートをいけねえに。悪魔を召喚します。2万セル、2万セル、燃えてます、燃えてます。2万セル、2万セル、2万セルでいくわよ。藁が欲しいです。藁を、ね、藁をください。私に藁をください。藁はなんか落ちてるよ。藁、藁どっか落ちてるよ。あったあった、ほら藁、藁、藁、ここらへん、ここらへん、ここらへん落ちてる。藁を手に入れたいです。藁ゲットです。どっちも、どっちも藁が。両先生、待って待って。あー、りょう先生、バラです、バラです。ちょっと向こうの方にポリタンク置いてくる。あー、りょう先生、了解です。探します。あー、ごめんなさい、ね、よいしょ、ポリタンク、ポリタンク、回復アイテム、ここにあったわ。なめっちゃ狙われてる人おるやん。草、りょう先生先行して頑張ってくれとるんじゃもん。私のことが好きなようね。相思相愛です、ね、おめでたいです。相思相愛ではない。おめでたいです。あ、ここら辺にね、あるよ。うん、あったあった、ほらこれこれこれ。はい、ちょっと持ってく、私ちょっと助けに行く。いってらっしゃい。誰か、誰か助けて。待っちょって、あの、つまる先生。暗いわ、ついてこ。あ、え、おう、うん、ついてこ、ついてこ。あ、アルスありがとう。こっちこっち。あんね、あのお化けね、お外にも出ることあるみたいなの、みんな気をつけてね。あ、マジで、わかったわ。私さっき外出た瞬間に暴れたわ。さよなら。うん、誰か。まあ待って、まあ待って。ヤギここにいるわよ、ヤギ。あ、本当？ほんま。ちょっとヤギ、ヤギ捕まえよ、ヤギ捕まえよ。うん、わら持ってる人おるかいね。先に、先に助けてよ。どこ？ちょっと、さ、あ、あ、ちょ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 、待って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 、ほい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 、はい、あ、あ、やっぱり天使、行こう行こう、よかった、ヤギ捕まえた。あ、あ、ほんと？あ、音がします、音がします。どっかにいるぞ。なんか言ってます、笑ってます。どっかにいるぞ。下の方におる、下の方に声聞こえる。あ、うん、来ちゃる来ちゃる来ちゃる、みんな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 、あーっと、来てます。捕まってしまいました。連れてかれてる、連れてかれた。連れてかれした。ケープコートにされてます。どこ行っちゃったの、どこ行っちゃったの。下に連れてかれた、下に。どこよ、私が助けるわね。柱も最後に埋め込んであげる。柱の方、救急キット、救急キット、柱は細胞、柱は細胞植え付けられちゃう。あとは救急キット、今から助けに行くから待ってください。ん、外に誰かいる？まだいます。地下道の入り口あたりのところフラフラしてます。地下ね、地下ね、来ない方が良い、あ、地下道、地下の入り口のところフラフラしてます。あの、お化けもおる？あの、お化けが今、お化けがいます、お化けが今地下に入っていってます。あー、オッケー。じゃあ俺はその後ろを悠々と通り抜けていくね。あ、回復アイテム見つけた。地下階が白いです。
よし。じゃあヤギさん、ヨギさんお風呂だよ。ほらオイルたっぷり。ありがたいです。蘇りました。頑張りなさい。はい、オイルたっぷりだよ。やつは倒せないのですか？いいね。やつはヤギを燃やすことでしか倒せないのよ。あ、そうなんだ。います。おい、てめえ。どこやだー、怖い。なんか声聞こえるもん。やだ。言ってます。でもワンワン言ってるね。早くヤギ探そう。いいね。シアフォードついてきなさい。どっちまだ全然見つけちょれんよ。どこおるの？この地丸がいません。みんなどこおる？みんなどこおる？わらが欲しいです。わらが欲しいです。わら？いるね。いるね、近くに。あ。いるね、近くに。あ、ゆき。後ろに来た。ゆきの後ろに来てるよ。死ぬしかありません。マジで、あ、ほんとや。さよなら。反応しなさいよ。さよなら。割と耐えられる部類でした、これは。大丈夫そう。大丈夫、大丈夫なの？大丈夫そうです。とりあえず、えい。置いといて。大丈夫そうです。なかなかやるわね。そういえば、わら持ってきてないな。むしろ、連れてかれる時の顔、ちょっと可愛いとすら思ってしまっています。それ結構、特殊よ。いい趣味してるじゃねえか。なんか声が聞こえるよ、怖いよ。あー、逃げる逃げる、やばいよ。どこ？燃えてくださーい。地下です。地下にいます。地下から登っています。そっち、そっちいるわよ。そっちいるわよ。眺めてます。目の前で逃げる、逃げる、逃げる。オッケー。救急キットがないわね。あ、持ってるよ、うち、持ってるよ。持ってる。いるわよ。ます。ここにいます。ここにいます。ここにいます。後ろくっついて歩いてます。今三回。ああ、おる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 。気をつけなさい。エレウラにいます。あ、じゃあヤギ探すか。ちょっと待って、悪魔もいます。悪魔もいます。ヤバいのもいますし、悪魔もいます。あ、誰かがいます。誰かがいます。うつうつうつ。声聞こえる、声聞こえる。でこれしかしすぐやられてしまうんではないでしょうか。もうライトで、ライトで、ライトで。ヤギの声聞こえへんで。救急キットあるわね。誰かまだ死んでないのよね。やだやだやだ。まだ死んでない。今回復してんじゃない。わかったわ。敵の前、オリオン、オリオン、ここ怖いよ。あ、バッテリーだ。あれ、そうです。あ、なんとかなってます。助かってます。よいしょ、よいしょ。今、3階にいまーす。あ、ダメ。あ、ここに置いといた方がいいのかな。ヨキさん、どこおる？ねえ、うち全然出会いとらんよ。鍵見つけた。屋根裏。あ、ケージ。またヤギ追加するのね。え、追加なんてできんだ。そうよ。2階に。じゃあ上行こう。案内してよ。人生2周目案内してくれ。わかったわ、こっちよ。オッケー。え、みんなどこ？みんなどこ？みんなどこおるの？おるの？今2階にいる。2階におる？2階にいる。間違えたわね。誰かいます。誰かいます。あ、ゆきとさんじゃ。誰かいます。今救急キットここに固めとるの。2階行こうっと。ここよ、ここ。あ、これね。あ、やばそうです。はーい、やばそうです。なんかぐやぐや言ってます。やばいるね。やばそうです。いるね、ここ上に。早く逃げるわよ。オッケー。うん。おい、どうやって降りた。ジャンプで行けるわよ。あ、ジャンプで行けるんだ。わらがないわね。ねえ、わらがないんだよ。わらあります。わらあります。ヤギ捕まえたわよ。え、ほんと？すごい。これ、あ、そう、あ、後ろ後ろ、ヤギ、ここ、ここ、ここ。あ、ほんとじゃ、ほんとじゃ、ヤギおる。わら、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 わら。さ、早しく、映えちゃうで。玄関、玄関、玄関に来なさい。玄関？こっち行く、行く、行く。なんか玄関から出てくるけど。やられたわ。おお、連れてかれてる。
連れてかれた連れてかれた。怖いよ。仕方ねえな。今から助けに行ってやるよ。この辺にいたわよ、この辺。ここここここ。います。バラ投げます。え、今地下室いる？やだ。泣いとる。泣いとる。やめたい。助かる。今行ってるから。羊捕まえました。おお、なんかすごい。泣いてらっしゃい。お友達いっぱいおるよ。いっぱいおる。ちょっと待って。ちょっとね、今ね、危ない。地下から出てる。地下から出てる。地下から出てる。地下から出てきてるから、ちょっと一旦下がるわ。うん。うち、あの、うち、ちょっと地下に上がるの。地下ね、もう、いっぱい悪魔が出ちょる。いっぱい悪魔が出ちょる。もう今、ヤギ、夜で、ちょっと待って、どうしよう、捕まえたいな、ヤギ。笑ってまーす。誰かが笑ってまーす。誰かが笑ってまーす。やばそうです。やばそうだね。うち、あの、救急キットがあるところの広間に行く。そうです。じゃあ俺後ろから声がします。うん、あの最初の緑のライトがあるアーカイブのところの広いところ。わあ、今向かってるよ。とりあえず燃やします。スケープゴート。あ、今ねうちすれ違ったお化けに気をつけて。あ、ありがとう、治った。うん、てかね、外にね、外にね、さっき羊がおったんよ。羊、外うわぁ逃げるわよ、シアフォード、こっちに来なさい、逃げるわ。あれ、羊がおったんだ。あ、ほらほらほら。追ってまーす。羊さん、おいでおいでおいで。おいでおいで。ほら。羊がいまーす。羊。あ、すごい。懐中電灯バチバチ取る。はい、何？おそらくこれ。うん。二人死んでますか？ウイは死んでる？ウイちゃん生きてるよ。あ、じゃあ大丈夫です。問題ありません。あ、あるわよ、問題。私を助けなさい。あ、行くか、行くか。どっちだ、どっちだ、どっちだ。あ、取られちゃった。あ、取られちゃった。この泥棒。大丈夫、うちこっち捕まえる。ヤギ、ここいるわよ、ヤギ。え、私が死んでるとこ、ヤギいるわよ。あ、ほんと？じゃあ行く。ただ、これ？ただ、これタンクなくね。あ、ここにもおる。ちょっと待って。おぉ。敵もいるから気をつけなさい。さっきからどうも入れてない、入れてない、入れてないような気がします。ね、逃げられちゃった。逃がしてます。さっきから2匹ほど逃がしてます。うちも捕まえた、ね、下手です。え、ちょっと待って、ポリタンクが必要、もしかして。出て込むの下手です。バラが欲しいです。あ、バラあります。あ、音がしてます。やばそうです。死んでます。やばそうです。走るの難しいです。走るの難しいです。りょう先生、りょう先生、助けに行かんと。そうね、でもそこいるよ、目の前。広く見る。やばそうです。あ、裏から回る、裏から回る。え、ポリタンク持ってきて、ゆきくん。あ、来てます、来てます、来てます。あー、やられました。あー、結構です。さようならです。あ、さようなら。誰か待って。そこの、よいしょ。あ、お天さん。うん、待って、なんか心にいない。ここいます。やばい、ここいます。ここにいます。逃げた方がいいわよ、これ。 OK。 まあ俺も今そこ行くわ。外出ます。おいおいえい、オキドキかなり難しくなってきたわね。助かります。あ、ちょっと、じゃあちょっと、オイル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 。あー、来ちゃる来ちゃる。みんな裏に回ろう、裏に回ろう。すっ、怖い。ダメです、やばそうです。あー、やばそうだね。お化け走っちゃるよね。あ、なあ、生まれた。すごい、叫んでる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 。あ、走ってきてます。厳しそうです。あー、無理です、厳しいです。足速いです。走り寄るの。走
連行されてった。ちょっと見慣れてきてます正直。ねえ。近くに救急キットあるから。近くに救急キットあったから。今ヤギの声聞こえた。いいじゃない。地下ね、鳥タンクがなくてね。今入れてるんだけどね。油がないんだ油が。あの。広場に一個見つけたけど。うん。ああ怖いよ。大丈夫かこれ。やばいわね。あ動かないで動かないでゆきくん動かないで。今ヤギが誰か持ってる。しょ。オッケー。みんなで勝者。はい。ここにポリタンクある。UV 照射して。マジ。ごめんは、ごめんはさっさと。くたばっちゃう。ああ、捕まってしまいました。マジで。ああ、わあ。ちょっと待って、アルさんのところに向かい寄るが。ん？まずいわね。来るかい？外におる。待って、気をつけてね。外おるけんね。オッケー。いつでも来な。あ、ジェットして、ジェットして。ありがたいです。ありがとうございます。はい。中入ろ、中入ろ。よいしょ。ポリタンクあったわよ、ここに。あ、一個持ってきといて。今から焼くから。あと一人。ああ、どこおるの？今外だね。外おるね。うん。ああ、右から怖いするえ、なになんか変、おった UV が切れてます。悪魔に追いかけられてます。ヤギおったおった子供部屋におる。わらもっちょらん、どうしたらええじゃろ。2階におるけんね、今。はい。あ、今中入ってったよ。こっちの悪魔にやられてます。下手すぎ、私下手すぎ あれ倒れてんの誰かしら。それ下手すぎ。私です。あれはシアフォード。シアフォード普通の悪魔にやられてます。もうダメです。下手すぎます。下手すぎ。うわぁ、あぶねぇ。あっ、いった。おーわやられてます。やられてば。あ、やられちゃった。足止まってるところでやられちゃった。やられてば。やられた。あと一体なのにね。外。ダイビング。うちもやられちゃった。え？みんな今3人で這いつくばっちょって。あと、こちら捕まっちゃったの？いやー、あとちょっとだったんだけどなー。安全でーす。惜しい。もう一回行こう。あー、悔しい。俺は全然行けるで。すごい。めっちゃムイちゃん助けてる。ライフセーバー。あ、うん、もううち全然捕まえられんかったから。天使なのよね、ムイちゃんは。あれじゃね、あと一匹じゃったね、本当に。ねえ、本当に。シアシア苦手です。シアシアこれ苦手です。このゲーム苦手です。6回もやられてるけど。え、でもユキトさん結構捕まえられてたよ。怖いとかどうでもいいです。このゲーム下手すぎ。そこまで怖いとかどうでもいいです。ね、普通に下手じゃん。え、でも大丈夫だよ、大丈夫。ダッシュが難しいです。左クリック押し込みながらスティック倒すってむずすぎ。お前もうパッとやめろ。最近のゲームだとそれが終了よ。無理です。頑張ろう。さあ本気出すか。本気出そう。じゃあリベンジじゃない。だってシアシア今足でプレイしてたから手でやるともっと上手いのよね。シアフォードは終わりだ。シアフォード終わり。じゃあ次、あの両手でプレイするユキトさん見れるんじゃね。
今までカードでプレイしたから。あ、サルちゃん来てくれてありがとう。惜しかったね、本当に。いや、惜しかったな。あとちょっとだったんだけど。みんなすごいいっぱいコメントで応援してくれてありがとう。ね。よし。いや、本当怖かった。じゃあもう一回リベンジでゲーム開始いくね、このままで。よし、行くよ。うん、次勝とう。絶対分からせる。あるじゃね、あのヒロマニアの回復アイテムとかガソリンとか固めて置いちゃうのってどうかいね、みんな作戦で。全然 OK、 全然、OK。そしたら探す手間省くね、分散しちゃってね、方が便利だけど。ポリタンクがね、ちょっと少なかったね、うん、今回は。じゃあうずちょっとあの最初の儀式が始まる前にちょっと入り口に集めるとかどうかなって思うんだけど、どう？いいと思うよ。うん、やろうやろう。いや、あの、ムスカ縛りはやらんのよ。いいじゃないの、やりなさいよ。ムスカをやるにはちょっとね、あの、2006年アメリカ合衆国。もういいよって。始まったね。これ飛ばせんの？あ、飛ばせれるの？エスケープキーで飛ばせたわ。エスケープキー。飛ばせた。エスケープキーで飛ばした。お、あ、押した。よいしょ。よし。はい。もうこれダッシュで。じゃあ、あの女を分からせてやるぜ。分からせてやるわよ。分からせてやるからな、あいつ。ロンゲは私だけでいいのよ。はい。じゃあ、わら取って。そうね。わらとってあのドアのところに固めちょく、ドアのところに、ああいいな、それもありだな、ちょっと固めちょくね。あ、ここ玄関に回復アイテムとガソリン溜まっとる。お、ガソリン、ガソリン、とりあえずガス、いろいろ溜めるのよね。そうだね、ちょっとそうね、溜めよ。ポリタンクとかもあったらもう近くに置いちゃおう。入り口ドアに溜めとこうと、あのお外にあるやつはなるべくもう持ってけるんだったらもう儀式のところまで持ってっちゃっていいんじゃないの、ポリタンクは。あ、分かった。じゃあポリタンクはじゃあ持ってく。うん、今ね 2,3 個わら固めたけん大丈夫だと思う。オッケー、ここに固めよっかな。何、ポリタンクない？あ、こっち持っちょる。ほんとね、次。とりあえず、うん。とりあえず開けとくわ、これ。あ、はーい。オーケー。わー。めー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 。うん、で、みんな地下に行くね。はーい。今度はバッチリの、行くところ取れた。お、いいね。ナイス。さっき開けちゃったからね、勝手に、ね、うん。とりあえずもう、火つけとって大丈夫だよね、もう。シアフォードとヒッターもいいっしょ。うん、エセ外国人みたいなキャラが勝手に開けちゃったのよ。ここ行ってきたポリタンク。ペガサスエセじゃないもん。ペガサスエセじゃないもん。ペガサス確か日本人でしょ、確か。え、日本人なの？あれ違ったっけ？なんかそんなやつどっかで。あ、あれはじゃあイフ話か。ねえ、彼は帰りましたってさっき。わからないのよ。彼は帰ったね、もう。あの、彼は帰りました。臆病者のね。日本に主張なんだ。ただ、ただ、ちかちか。臆病なやつだったのね。見損なったわ、シアフォード。ねえ、コメントさんね、ほんと、ペガサスに本尊じゃったのは、ほんと、こっちもびっくり。みんな地下行った？みんな地下行った？あれ、違ったっけ？ペガサスって外人だったっけ？日本人だったっけ？あとでウィキペディアだな。あ、地下室の鍵上だ。ここよ。ごめん。邪魔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 。おい、開けろ。真っ暗。入った。そのエモートはどうやるの？なんかね、1とか2とかそういうの。やあ。うん。ちょっと。見えない、見えない。始まった。見えない、見えない。よし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 。行くぜ、行くぜ。ヤギちゃん。ヤギおった？いや、いないわ。
おらんのか。おお。セラ、セラってどこ？セラ。さよなら。セラ。ちょっと存じ上げないわね。ワインセラーとかそういうのかな。開いた、開いた。ホールに打つものためちょく。お、いいぞ。ためてけ、ためてけ。ガソリンとりあえず置いてこよう。うん、ガソリン、あ、セラー、セラー下だわ、ゆきくん。地下室の隣。地下室の隣。あ、なるほど、ね。うん、地下室にもう一個ね、開いてる、開けてない扉があるから、多分そっちだわ。この下、この下。この下、あ、じゃあ、ガソリン置いて開けよう。ラスベガス出身？あ、ラスベガス出身だった？あ、完全に嘘じゃねえか、俺。じゃあ、エセじゃないのね。エセじゃないのね。出口どこ。うん。ん？いや、悪魔さんが。どこから出るんだ私は。クソザコ悪魔さんがおらって。あなた、ろくに喋れてないわよ。ふふ。ふふ。あ、ポリタンク見てあ、こんなんいまい。やばい。今ね、3階にいて、屋根裏か、屋根裏にいて、今から多分下に降りると思う。2階に行くと思う。あ、お化け？お化け？うん、お化け。だ今のうちに1階。あ、おるよ。オープンザセラー。あ、朝食ルームってどこかわかる？え、わからん。セラーじゃなかった。あれ、あれ地下セラーじゃないある。ヤギいたわよ。あ、いいね。どこ？どこ？2階、今取ったわ。降りていくわね。あ、オッケー。あ、セラーじゃない。わかんない。え、セラーだったよ、下。セラーって書いてあった。2階？地下。あれ？わかんないな。鍵持ってない。開いてる？あ、セラー、あれセラーの鍵あるけど、あれ？え？え、辻の声聞こえんねん。今俺が行くぞ。通ったと思い込んで。開いたー。うわ、開いたじゃねえかよ。あ、ヤギはいるわ。ヤギいる。あ、いけ。彼。わらがない。わらね、ホールに固めちょるよ、ホールに。仕方ない、行く。俺が行こう。どこ？みんなどこおるの？うわ。痛い目。ほら、おいで。あ、おった。おいで。なんか近い。声が近い。なんか近い。地下だけに。うん、寒い。ああ。地下だけに声が近いって。なんか捕まったね。ああ。引っかかっちゃった。今ね、持った。あつも、お人ずつ構えたのに。あ、残念。はい。そうだね、今地下にいるのか、じゃあ君。あ、あつ、上がっておいで。聞かないで、みんな聞かんでも、やだ。反対側だっけ？反対側だね、取りに行くか。今持ってるわよ、私。あ、じゃあもう。じゃあいいや。待って、回復場所に行く。あ、待って。え？待って。あ、やばい、俺落ちた。あ、なんで？これは呪いね。な、あれ？弾かれちゃった。弾かれちゃった。なんで？なんで？なんでやろ。デバウアーの呪いよ、これ。呪いだな、これはな。もう一回ホストしたらよいの？もう一回だね。ごめんね、みんなちょっと待ってね。ちょっと待って、ゲーム画面ちょっと隠す。ちょっと待って。新しいマップはどうかしら？あ、新しいマップでやってみる？あ、そういうなんかあの、あれなんかね、操作感覚は慣れてきたけん。あの、他のところで遊びなさいっていう、あの、アザーゼルさんのお告げ？お達し？お告げが来たのよ。はあ、じゃあ、あるぞね、別の場所を選んでみようかいな。ホールにちょっと、離席。あ、はーい。そうだね、俺も離席。水ついてきていいっすか？うん、行ってらっしゃい。水。
じゃあみんなが戻ったらちょっとみんな待っちょってね。ちょっと休憩じゃんね。ほい。パスワード設定して。あ、みんな温泉マークありがとう。へえ、こんがちゃん。あるさ、今のうちにコメント見ちゃこう。あ、島月さんありがとう。ね。あ、和光さんね、あれなんで銭湯のマークなんじゃろうね。やとみさん、頑張って見てくれてありがとう。体調悪くなったらね、また、アーカイブとかで見てくれてよいからね。アイテムは重ねん方が、あ、そうじゃね。ねえ、やとみさん怖いよね、これ。ゆきとさん可愛いとか言っとるけど、やっぱり、ガーってきたらガーってめっちゃ怖いよ、うちも。わたげさん、ありがとうね。ペガサス、ラスベガス出身なんね。すごい。あ、メコさん、いらっしゃい。あ、あっちゃんさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。よしや、戻ってまーす。はい、ただいま戻りました。おかえりー。ほいじゃ、ほいじゃ、ちょっと待って。まだ余裕が残ってない、残ってない。私も戻ったわよ。あ、おかえりなさい。和光さん、お風呂タイム行ってらっしゃい。あれ、モリーが使えない、罰になってる。なんで、え、今シェイちゃんモリーだったけど、あれでモリーなんか罰がついてる。本当？あ、モリー失敗したってことなのかな。え、アルチなってる、さっきのやつ。俺さっきのやつだったよ。サムだったよ、普通に。サム、罰になってない。あ、いや、モリーはなんか罰になってる。あれ、モリーダメなの。モリー、もしかしたらあれなんじゃない、この精神妙刀は使えないんじゃない。え、そういうことなの。かぶっちゃうとかじゃなくて、準備完了できない。マップによって違うのかしら。かもしれないね。じゃあ、もっと有名シェフにするよ。いや、ゆきとさんシェフなの。シェフノーバークックでもね。私は皆さんとちょっと格空の違いをね、うん、気づけたかなって。俺とね、シェフでゆきとさん大丈夫。なんか和光さんからの酔っちょるんかどうなんかわからん、シラフなんかわからんって書いてあるけど、それマジでリアルでも言われるからちょっとあれなんですけど。でもそれたま結構いつも通りよ。それたまに変わんない。マップどうしようかいね、今ね、精神科施設と旅館とファームハウス3つあるみたい。病院行く。病院にする。病院はかなりホラーが。わかったぞ。いいじゃん。ホラー要素ありそうね。いいじゃん。人生2回目じゃないってこと、施設。ほいじゃほいじゃ。あ、初見ですか。オーケーオーケー。じゃあ、これで。もいることです。うん。どうなるかちょっと見てみようね。はい、スタート。いや、これは飛ばさなくていいね、ムービーね。うん、ストーリー変わるかもしれんしね。なんかねえ、変わったらそれはそれで面白い。カリフォルニア USA。 After banishing the goat demon Azazel, 続きになってる。リーダーアナ・プエルタ、モリー・ジャクソンは失敗しちゃったけど成功したストーリーになってる。え、モリー・ジャクソンが精神病棟に入れてかれたって書いてあったよ。うん。Outdated shock treatments that ate away at her body and mind。そう、だから使えなかったんだよ、モリー。なるほどね。She had seen during her time with the cult。Molly began attempting to raise Azazel once again。あ、本当？あ、え？As a former cult member and one of Molly's closest friends。You have tracked her down, ちょっと待って、なんでじゃろう。Your worst fears have not been realized。 ちょっとごめん、なんかムービー中ちょっとカーソルが動かんくて。
でもまあ今終わったし。これちょっと待って、ちょっと待って。まあ、進まなきゃ大丈夫よ、進まなきゃ。うん、ちょっと待ってね。動いてる人おるな。え？ちょっとみんな待って。怖い怖い怖い。どうかしてる、どうかしてる。あ、ごめん。ね、さっきのムービーはね、うちらがやったファームパークのステージをクリアした時の後の話だったの。ね、ゆきとさんがね、ゆきとさんがクリアした後、体調悪くなって病院に行って、病院で、今度はゆきとさんが悪さするっていう設定みたいじゃった。ちょっと待ってください。ね。なるほど。ほんまよ。ね、なるほどね。後ろになんかすごい地獄のスクワット軍団がおるんだけど。見せてあげないといえば。やっぱりトレーニングは必要だから、トレーニングが必要だからね。お願います。じゃあお願いマッソ、めっちゃモテたい。お願いマッソ、めっちゃモテたい。こちらはそのね、今ゆきとさんは新しい人になっとるん、シェフになっとるんじゃけど。シェフです。私がシェフです。私がシェフだ。ここにカルテってがあるわよ。そうだ。はい。キーウォーカー、医師名、4月4日、今朝の新入院患者は問題ありだった。モリー・ジャクソンさんが協力してくれず、安全のために車椅子に縛り付けられることを拒否したため、鎮静剤を投与しなければならなかった。通常大多数の患者には、このような事態は起きない。夕方の巡回で、彼女の部屋を訪れると、食堂から取ってきた食べ物で、ドブネズミを部屋におびき入れようとしているところを発見した。おぉ、ドブネズミ。ドブネズミ。ヤギじゃなくて？なんか人形ある、人形ある、人形ある。チュチュ。あ、人形。どこよ、やば。あら、かわいい。あら、かわいいわね。おわ、こいつ。すごいね。海外の、やっぱ人形って、怖いよね、なんかね。お人形3人で凝視してる絵面がすごいシュールなんだけど。ドブネズミだ、ドブネズミ。ドブネズミ、ドブネズミ。ここにもカルテあるわよ。あ、ほんとじゃあ。5月1日、1ヶ月経っちゃるね、ティーウォーカー。電気ショック療法。130V。ね、電気ショック療法で 130V 以上の電圧に耐えることができて、これピカチュウじゃん。近年の精神科治療が最も暴力的な患者には何の効果もないことを私たちの講演者が理解し、ここでの治療を邪魔せず許してくれて。え、このティーウォーカー医師も悪い人じゃねえ。治療っていう名義で。最新治療法かもしれんね。130V。焦げてしまいそう。ねえ。もしこれが見つかったら閉鎖されてしまうだろう、ちょっと。りょう先生のヘッドバンがやばい。ノリノリじゃねえ。ノリノリ。ツズラのTじゃないですか。ツズラのTじゃないですか。ツズラウォーカー先生。ツズラウォーカー先生だの。もしかして。私医者もやってるからね。あ、本当だ。医者みたいなもんだ。うん。柱の細胞は確かに見つかったら閉鎖されてしまいそうだね。ヒューズみたいなのを取ったわ。ヒューズ？あれじゃないの。普通にバッテリーとかじゃないの。鋼の錬金術師じゃん。病棟の鍵が必要。地下にあるんかな。ここにもカルテがあるわよ。え、どこ。この下、こっち来なさい。この。あ、おーおーおー。あ、ほんとだ。カルテ置かれて。これはいつのじゃろ。あ、3ヶ月経ってる。4ヶ月。ジャクソンさんの心身の状態は悪化し続けた。極度の精神病の症状が出ていた。大幅な体重減少。え、じゃあ、うちらが会っちゃった時のゆきとさんじゃなくなっちゃうってこと？そうだね。あれじゃね。新しいゆきとさんシェフじゃからいっぱい食べさせんといけん、これは。パジャマのポケットにドブネズミが入っているのを監視員が発見した。尻尾はなくなっちゃった。この4ヶ月間、会話での返答を彼女から得られることはなかった。ただただ笑うのだった。
おお。おかしくなってるわね。これもさっきからさっきからユキトさんって言ってんの、モリー使ってたからユキトさんって言ってんの。そういうことだよ。うん。なんでユキトって言ってんだろこの人たちのことだよ。そういうことだよ。君がモーリー・ジャクソン使ってたからよ。あ、女の子だったなあの人。女の人だよ。男だと思った。あれ三か1月じゃから3ヶ月経っちゃる？ジャクソンさんを訪問するたび、彼女は現実からどんどん遠ざかっているのは分かった。外部からの刺激にはほとんど反応せず、私の存在にもほとんど気づかない。彼女は常に部屋の壁に得体の知れない言語で落書きをして過ごしとる。あれじゃガーティックフォンみたいなことしてるんじゃ。アザゼルという言葉が頻繁に出てくる。そんな可愛いもんじゃないと思うけどですね。彼女は他の患者を殺してアザゼルのペットにすると叫んで脅していたので、私は彼女が共同エリアに出入りするのを制限しなければならなかった。おお、どんどん症状が進んで、ちょこちょこいろんなこと絡めてくるの腐らないマジで。いや、鍵がないな。ね、全然どこもあかんよ、どこもあかん。アザゼルって書いてある。アザゼル。うまいね、うまいね。あ、開いた。開いた。あれ開いた。あ、鍵があるわよ。じゃあ、私が。え？ダリーン。チャリーン。シアシアは病棟の、シアシアは病棟の、病棟じゃねえ。ナイス。病棟の鍵を。放送ってからまあ。何これ、何これ。食べなかったからこんなことになっちゃったのよ。君も大して変わらんで。え？なんだって？ゼロゼロゼロ。そっちじゃない、そっちじゃない。あゼロ。上上上。は二階よ二階。二階二階。え何？ドーンって言った。しまった。え？もしかしてゆきとさんも始めちゃったの？違う。え？もしかして私のせい？え？さっきの病室が閉まった。病室が閉まったの？うん。じゃあ別に私じゃないわね。開けるよ、開けるよ。はいよー。はーい。はい。なにここ。なんかすごい病院に見えん、すごい豪華なところじゃん。税の限りを尽くした。あ、ほんとじゃん。ここで燃やすのかな、今回。ここさんいらん？まあ。燃やすのかしらね。お、鏡がでか。え、すごい広いよ、ここ。だから私、私映らない。私映らないよ。もしかして吸血鬼だった？え？あ、いた。アルス君から離れましょう。なんでだ。眷属にされてしまうわ。あ、なんかご飯ゲットした。ご飯。うん。これがあれ、さっきのドブネズミを呼ぶっていうちょっとやつ？あーなあ。ヒューズだねこれ。ヒューズ、これヒューズ？これ何なんだろうね。どこで何するんだろうこのヒューズ。太陽系なんかいっぱい道通じとる。ね、いっぱい道あるね。うん。ここが食堂でご飯はここにあるってことじゃね。みんなでここ開けてみん、ここ。どこ？ここ。このドア。いや確かに気になる。うん、開けてみてよ。行くよ。いいよ。でもこれ外に雨粒がついてる。ほんとじゃあ、出られん、これ。ここはじゃあ、密室なんかな。どこに行けばいいのかしらね。ねえ。走ってた、りょうくん走ってた。だいたい開いてないわよ。暖炉。ここも開いてない。開いてない。あ、うちもみんなについてく。みんなどこ行ったの？今ね、戻ってる。あ、りょう先生。ついてく。上はどうかしら。上行ってみよう、上。そうだね、上行ってみようか。真ん中のホタルに階段があったよ。あ、ご飯いっぱい置いてある。ね、ご飯多いね。うん。あれなんかネズミなんだね、ネズミ。うん、ネズミでも小さいからすごい見つけるの大変そう。最初のマップより広い。なるほど。広いね、入り組んぞる、細い、しかも道。これマップ。ね、覚えられない。覚えんの、覚えるの大変、本当に。あ、すごい、めっちゃ傷跡。え、傷跡？誰かが。なんか引っかかれたとかいっぱいある。壁がすごい引っかかり。ゆきとさんがやったの？開かないわね。開かないね。回復キット。
あるじゃね。うち、話が進まないでよ。話が進まんね。とりあえずうちの暖炉のところに回復アイテム固めておいちょく。そうだね、重いとこ。明かりんところに。うん。えい。ここもう鉢合わせたらもう絶対逃げられんじゃん。いや、もう UV で撃退するしかない。難しそうね。よいしょっと。暖炉。マジこれ何使うんだろうな、これ。ヒューズ、うん。ね、何使うんだろうね。やっぱりなんかエレベーターとかじゃないけど、なんか物、ね、移動するなんか機械を動かすのに使いそうじゃね。あ、ヒューズは燃料の代わり？あ、そうなんだ。電気ショック。そうなんだ。電気ショックする。ごめん、ヤトミさん買いする。ん？例えば燃料ないね。そうだね。なるほどね。燃料の代わりか。暖炉の裏行ってみて。ん？あ、ちょっと待って、みんなにコメントで助けてもらおう。そうだね。こういう時こそコメントを活用するべき。これ完全初見だからね、私たちは。うん。ね、謎解き。2周目の人いないからさ。謎解きしながら頑張ろう。あ、こういうこと。あ、なんか。ちょっと待って。あ、ネズミ逃がした。あ、ネズミ。あ、トズラが。トズラがやりました。トズラがやりました。カルテがあるわよ、ここ。あ、ほんとじゃん。ネズミ逃がした、今。残念なことに、所長は今日はモリーのベッドの下で何匹ものドブネズミの死骸を発見した。どれも異なる方法で切断されちょって、再発の可能性を心配しちょる。で、電気ショックの追加注文、おかわり。最近本当にすっ。なんかね、右側の方にもね、あったよ。え、右の方にも、こっち側にもね、ここにもこっち側にもカルテある。あ、ほんと？あ、ほんとじゃあ。天気ショック。非常に順調に進んじょる。彼女は順調、ね、従順になり、反応も良くなっちょる。めっちゃバリバリやっちょるんじゃね。ヤギ、ネズミ、わら、ご飯、燃料、エンジン、あ、今は部屋のドアを閉めて一人で過ごすことが多くなり、一人ごとを言ったらしているが、それでも結構平穏に過ごしてる。これはあれじゃね、前にねるちゃんとか、カルちゃんとかがコラボでやっちゃった時のあれじゃね。いやー、なんかこっちやべえ、こっちやべえ、こっちやべえ。下に降りる？いやー、これやばいね。こっちやばい、やばい、やばい。もうやばい、気配がやばいんだよ、これ。うわー、怖そう、怖そう、なんか音がもう怖い。もう気配がやばいね。やばすぎて、やぶになったわね。とりあえず持ってこれ。声が聞こえる、声が聞こえる。医療キット持ってこ。誰か反応しなさいよ。え？え？声が聞こえるよ、声が。あれじゃない。感じと参考する。おるよ。え？近づいてみなさいよ。近づいて。え？ゆきとさんなのこれが。え、ちょっと動いてるわよあれ。ね、動いちょる。いやー、はあ、大丈夫みたい。いや、ゆきとさん元気でとどめちょらんよ。ねえ、やばいでこれ。え、なんか今ちょっとゆきとさん、不謹慎な人いる。やめて、自分殺し、やめて、自分殺し、やめて。わあわあわあ、何何何何何したの、何したの。何やっちゃったの？何をやっちゃったの、君たち。おらんくなっちゃる。みんな今度からこれこのここヒューズ。あ、これでなんとね。このレバーを引くの。あ、なるほどね。これで電気バチバチする。これがみんなでコラボしとったやつだったんじゃね。前に3人でやっとったの。4人かいね。これどうやってバチバチするの？おびき寄せんの方に相手。これあれだった、さっきの残飯でネズミを捕まえて、ここにネズミを置けばいいんじゃね。あ、そういうことか。ええー、
じゃあ秘密はここら辺に置いといた方がいいのかしたかな。最悪の事態が起こった。車椅子に接続け縛り付けられた患者の死体がそこら中にあり、うわ、彼女の笑い声が聞こえる。うわぁ、ゆきとさん闇落ちしてしまっとる。闇しや、闇しや、きたしや。どっちの闇？シックネスの方、ダークネスの方。そのダークネスはいらんだろう。闇しやは遠慮しや。江戸転生しとるね。ね、ネズミ捕まえ機じゃすごい。あー。ネズミ捕まえんのね。見たい。さあ、これでゲームが始まったということね。なるほど。え、みんなどこ行ったの？みんなどこ行ったの？地下から出とるもん、みんな。じゃあ出るか、地下から。はーい。とりあえずヒューズを入れておくわ。もう入っとらんかった？地下に固めたらいいんじゃね。固めてるわね。同じ医療キットは暖炉の前、わかりやすく。わかりやすく。あ、ウィウィ。とりあえず物をつま、うわぁ、出てきた。あ、車椅子出てき、あ、じゃあそれで迫ってくるんじゃない。今度の敵、車椅子に乗っとる。面白いね、それ。うん、さっきの上半身だけのお化けじゃなくて、懐かしい。随分と懐かしい曲を歌いますね。星がバレますよ。あ、おるここにおるよ。1階におる。あ、車椅子乗ってる？あれ乗ってないよ。いや違う、ゆきとさん。これは普通の敵。踊ってる。これがゆきとさん。踊っちょるね。踊ってるね。スイスイスーダラだった。スラスラスイスイスイってやつ。襲ってくる時じゃないとあれなんじゃない？ UV 意味ないみたいな。あ、そうね、目が赤くなった時が合図よ、この私みたいにね。なんかマジでネズミいなくね。ネズミおらんね。上上がってみる。うち少なくとも1階の方が。あ、いなわ。わあ、しかもヒューズいっぱいあるわ。お、ヒューズいっぱいあるんだったら持ってけ。鍵見つけた。西寮の鍵、いいね。ここにもヒューズ。うん、持っておこうかな。車椅子怖いわね、これ。オッケー。地下はなんか何もなさそうだね。あ、所長のベッドルーム。あ、開いた。ナイス。あ、ガサガサ言ってるね。ヘビ、あ、ヘビじゃない、ネズミ見つけた。あ、ネズミ捕まえた。おお。ナイス。天使。ダンパン。こっち1階に降りてきた。こっち1階に降りてきたよ。あ、ほんまや。ちょっと見に行こう、見に行こう、下に。今ね、2階にショートカットがあった。床が抜けちゃってね。そっから今、1階にスルッと降りれた。お、じゃあそれ使ってかないとダメだね。ねえ、道狭いもん。あ、みんな、やこ。ジンギスカン作ろう。いやいや、ジンギスカンじゃないんだよ。ネズミの。ネズミだから。ネズミ、置いたよ。でも降りてきてる、降りてくるからちょっと待とう。待って。うん。いや、記念すべき第1回のネズミですか。第1回じゃもんね。ちょっと待って、みんなで見よう。ジンギスカン。はい、オッケー、ジンギスカンじゃない。じゃあ行くよ。押すね、ボタン。死なない？え？押すよ。いや、うん。いいよ。おお。残酷。マジで残酷。これもはめた方がいいよね。あ、いっぱいある。安心じゃね、これで。これはめといた方がいいよね、多分ね。でも使い切っちゃったの？中に入っとらんかった？あ、ほら。あ、アルスさんありがとう。そう、これはめとけばさ、強いじゃんね。うん、すぐにスイッチ押せる。さあ行くか。さあ行くか。行きましょう。はーい。ほんまよ、爆散だったで。
跡形もなく消え去ったわね。ねえ、ね、あの弾けてパーンってなっちゃった。弾け飛んだよ、本当にかわいそうに。次もチュ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 音がした、さっきのネズミ。あ、チュチュ落とした落とした、ちゃんと鳴きよったよ。じゃあ鳴き声を頼りにいかんといかんな。なんか声が、うん、声がする。何？うん、怖いよ、やだ。アルスさん、そばにおって。あ、こっちこっちこっち。いいよ。こっちね。こっち、これこれこれ、これなの、この穴が。これが降りれたの。これいいね、降りれるの。うん。で、こっちこっちの所長室に行って、ここであの、ネズミ見つけたの。なるほどね。とりあえず威力持ってったらいいんじゃない？うん。バスルームの鍵が。降りるかじゃあ。うん、降りる。バスルームは確かここ。よいしょ。いるね、多分ね。ここら辺に、ここら辺にどっかいるね。向こう側な。来るよ。あ、はい。よし、移動。これさ、上がろう上がろう。怖い怖い怖い。これ倒しなさいよ。あ、逃げてた逃げてた。あ、逃げちゃった。うん、ないわ。オッケーオッケーオッケー。あー、こっちこっちは一丁ら道だよ。そうだね、ネズミ探さんとネズミとりあえず、うん、多分あの閉められちゃる部屋の中におるんだと思うの。オッケー。ネズミ一匹見つけたから焼き肉はね。あ、行ってらっしゃい。1階におったから気をつけてね。うん、うん、じゃあついていこうかな。私の盾になりなさい。なんてやつだ。さっくさくさ。あ、マコさんありがとう、みんな頑張るよ頑張るよ。え、ネズミおらんで。ダッシュをさ、ダッシュうまくやりたいんだよな。ネズミ。先に押し込んで倒したらどうかしら。うん。維持ができないんだよ、ね、維持が。いや、ネズミ一回押したら大丈夫だったはず。ここにはアイテムしかないね。ね、今のって感じ、ストックは十分じゃから、ご飯持って移動で大丈夫かな。うん。ネズミゴン。ビリビリゴン。ここは病院なんかね、病院には。よいしょ。病院なんじゃない？あ、鍵、鍵、鍵。あ、痛い安置所。痛い安置所って言ったらやっぱり。地下の方にあった気がするわ、なんか。本当？え、アルさんそっちの階段行くの？え、ダメ？いや、行く行く、分かった。アルさんついとるから大丈夫。ちょっと待って。危ない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 。え、地下行くか。りょう先生、今、りょう先生今どこ？地下？今。来てる来てる。あ、やばい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 。あー、モーリー。今そこいるわよ。これ上がってくるよ、上がってくるよ、上がってくるよ。やだ。頭引っ張られてる。長いよ、長いよ。足首されてる。長いやる。長いやる。長いね君。ああ、怖い、もう見てらんない、もうやだ。君長い長い長い、もう話して。あるさ。自分の下手さがちょっと。痛い安置所行こう。痛い安置所行こう。痛い痛い。え、大丈夫？救急医療キットある？あの涼先生持ってった持ってったの。あ、オッケーオッケー、じゃあ地下行こうか。すごいね、ここで行かせる。逃げるわよ、逃げるわよ。見えない見えない見えない、ちょっと待って、見えない、前が見えない。あ、見えた。 F、F、F は違うわね。これ後ろにいるのと無理じゃない、無理じゃない。頭は静かみとか、ギャグでしょ。西寮の鍵、西寮の鍵、こっちあるわよ。あの、ユキトさんの前世はプロレスラーだったんじゃね。こっちいるよ、ね、逃げたいけど、どこがいたよ、あの、あっちしかないのよ。こっちじゃ、あの、こっちあれかね、別じゃない、別のところじゃない、暖炉の裏じゃない。どうやってやってんの、それ。ああ、最初に行った方かな。あの、こっちがあの、こっから、あの、飛び降りない。雨が降ってる外のところのドアのところに、あの、あるじゃね、うん、横に道があったんね。え、ここ道ないの？こっちこっち、こっち。あ、こっち。オッケーオッケー。ああ、びっくりした。ああ。こっちのこっち。消費受ける方がでかいんだよな。こっちかこっちか。あ、これあれだよね。最初来たところだよね。こっちになんか閉まってるところなかった結構。今モーリーは3階にいるわよ。
落ちる、ちょっとあ、ここ違う？これエレベーター？あ、イタリアン通称の鍵、ここじゃね。できたできたできた。うん。あ、ネズミ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 。今私は暖炉の前にいます。暖炉の前に。ネズミネズミ、ほら、行け行け行け。ハルさん。はいはい。暖炉の前に。あ、ハルさん捕まえて。うん。じゃあ、行こう行こう。ピヨピヨ。あ、バッテリー入れといた方がいい。何、あ、ちょっと待って。これなんじゃろ。ちょっと待って、アルスさん。これこれ、バケツ。バケツ、取れる。これは何？これ何？あ、ちょっとバケツ押すね。バケツ押すね。あ、いっぱい出てきた。いっぱい出てきた。ネズミが。あ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。あの、怖いとかじゃなくてね、多分これも。もうだから要素的に苦手だなこれ。これこれここ。あれなんかに。今なんか来るんだよ俺。なんかいる。え、どうしたの？違うか。フラッグ。フラッグはあれか。バラと一緒か。あ、うん。バラみたい。あの実績解除のアイテムみたい。実績解除のアイテムか。うん。いるわ。あ、じゃあ。ねえ、本当イタヤンズ所とか一番行きたくないよね。ねえ。ネズミもいたわよ。あ、本当？じゃあまとめて焼こうぜ。どこおるの？まとめて焼けねえのか。バレました。ネズミバレました。バレました。あれどこだっけ？いいのよいいのよ別に。あ、暖炉か。私のことなんてどうでもあ、これ倒すよね。ネズミないわね。よい。みんなで暖炉行こう、暖炉行こう。ネズミ燃やすね。なんだこれ。ネズミが弾け飛ぶ姿が見たい人は一緒においで。あんまり見たいものではないわね。間違いない。暖炉どこ？間違いない。あと暖炉暖炉。あ、こっち。悪魔がいる。悪霊大佐。わーいわーい。ジンギスカン。ジンギスカンじゃない。ではない。ネズミの料理ってなんていう名前なんじゃろうね。マウスなんちゃうじゃない。うん、ジビエでいいんじゃないか。シューズ入ってないじゃん。入っとらん。入ってないわ、ね。止めたらダメだな。よいしょ。入れた入れた入れた。ああ。いやー、かわいそうに。声がすごい近くに聞こえるんだけど。シューズ入れまーす。シューズ入れまーす。はい。置けばいいの？これ置けばいい。置けばいい。逃げた覚えよ、あなたちょっと。え？どうやって置いてんのこれみんな。X？ え、なんかね、なんかあれは手が出ないで。手が出る、手が出る。焼くよ。焼くよ。さあ行きなさい。ライト。いや、いいね。あれじゃね、サンダーボルトじゃん。ナイスサンダーボルト。ちょっとヒューズ少し少なくなってきたから持ってくるか。そうだね。あと2つあれば足りるの？そうだね。2つ持ってくるか。やばい声がする。声怖いよ、すごい。変な感じですごい。あ、いる、近くにいる、近くにいる。お金もね、慣れた。あの、連れ去られる、連行になる、連行になれた。通り過ぎたけど。スルーしたけど。今のうちに行くわよ。うん、行く。りょう先生。何？何？ねえ。列車に行こう。ここに残飯いっぱいあるから。あ、本当じゃ。ヒューズもある、ヒューズもある。どっちこれじゃ。ヒューズ持って。うん。行こう行こう。アルス最初に近い子。はいよ。私じゃないのね。悪いな、りょうくん。悪いな、りょうくん。どうやら俺の方が好感度が高いようだ。あ、なんかすごい声がするの。わぁ。ヒューズあるよ。もう後で行こう。なんかいる？今いた？いっぱいおる。いっぱい湧いてきとる。うん、湧いてきてるね。あ、来てる来てる来てる。ネズミがいないっちゅう。ナイス。さすがにここまで降りてこいよね。ここの地下に降りてきたらもううち泣くもん。危ねえ。
最初のファームの時も儀式場に入ってきたから。ああ、そうよね。一旦やり過ごしたけど、上の方まだいるっぽい。本当？あと、うん、やだ。今おとなしいから今のうちに。そうだね、今のうちにいろいろやった方がいいかもしれない。うん。ね、車椅子がめんどくせえな。ご飯は食堂のところにあって。怖すぎ。やだ。いや別に怖いことはない。いや怖いよ。こっちから来る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 よ。え、みんな。そうだね。ここら辺から来るからね。後ろから暖炉裏からかも来る。暖炉裏から？階段上がろ。階段上がろ。階段上がろ。ネズミおる、ネズミおる、ネズミおる。ご飯持ってる人おらん？うわぁ！あぁ！あぁ！あぬさぁ！すげぇ音。すげぇ音。ありがとう。ゆきとさんありがとう。今ね、2階の階段のところ、暖炉の階段のところ、2匹おった、2匹おった。アルチーがグッドラックした。うん、今ね下に降りてる。下に降りてる？あ、うん。ネズミ燃やしてきるから。ネズミ燃やしてくる。いいよ。あの例の床のところから降りてくる？いやちょっとね場所が良くない。ここ今行ってる今行ってる。ちょっと待って。今ねここにいるから来ない方がいい。ああ悪魔がいるし。今はね僕のところを通っていった。いや今行ける今行ける。はい、ナイス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 。あ、隣におったが、隣におったが。落ち、おとなしいから今行ける。オッケー。今回実績なんか紫色の皮みたいなやつ。ねえ、なんか変な形の。ん？みんなどこ行っちゃったの？あ、今いる後ろに。あ、よかった。まあ、2人でいればね、ある程度対応できる。うおちょっぱい、おいしょい。なんだよ。やだ、やだ。敵以外の脅かしたかったんだよ。アホ、ういちょい。え、機械の音がするんじゃないよ。よいしょ、どこらへん。あれ、あ、上か。やだ、さっき見たネズミはどこかな。もう1個上か、もしかして。ネズミたネズミた。降りれる？そっから一段下あたりとか。どこ？どこ？ここ。あ、ネズミがおる。ネズミがおる。3階にいるのか、ネズミ。捕まえた、今入れてくる。ヒューズとかもある。どうぞ、とりあえず暖炉に移動する。3階どうやって行くんだ、これ。もうちょっと欲しいな。ネズミいっぱいおる。え、ちょっと待って、今俺救急持ってるんだけど。あっ、りょう先生ありがとう、本当に。で、りょうくんが行ったんなら、とりあえず。ああ、ちょっとおるおる。上だね、上にいる、上にいる。あ、今逃げて逃げて、今逃げ、うん、うまた浮いちゃう。とりあえず今向かいます。どこ、ここどこ。悪魔多いし。悪魔多い。すぐなくなるんだ。帰る、お家帰る。お家帰りたい。なになになに。窓が割れた。あ、1個しかないで。今いっぱいないかな。はい、
あ、ありがとう、オルさん。あ、ネズミおる。ネズミいるんだよな。うわ、ちょっと待って。おる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 。おるおるおるね。ちょっと医療キットここにあるじゃん。上にあったから一個下ろしてくるわ。まだいける？医療キット。まだ大丈夫。まだある？まだある。まだね、あと2個ぐらいあるから。今ね、ネズミね、下に下ろしてる。何回？下に下ろしてる。あのね、ネズミ見つけた。何回ってどうやって行くの？ちょっと俺のところ、暖炉まで来れる？暖炉まで来れる？あー、ちょっと待って。タイミング悪い、タイミング悪い、タイミング悪い、タイミング悪い。変貌、変貌。うん。助けて、ここ行き止まりなの、ここ行き止まりなの、助けて。やだ、やだ、やだ、やだ。白馬かな。あー、やだー、やだマイスうざいね。いない。あっちにいたね。むちゃー。ルーペンペン。こう、むちゃんのこう、上？あ、上だね。オッケーオッケー。いや、降りる降りる降りるもやだ。あ、近い近い近い。近い近い大丈夫。はい。ありがとうみんな、ありがとう。お前、車椅子邪魔本当に。あ、みんなについてくぞとも、やだ怖い。ネズミね、ネズミね、2階の廊下に多分いると思う。やだ、もうやだ。これバッテリーか。バッテリーもなんかできるのか。あ、うちも強い、ね。今手開いちゃう。あ、UV のバッ寿命が伸びるよね。手に取って R。いるね。一個上だね。一個上にいる。一個上にいる。本当じゃ、上にバツバツしちゃった。うん、一個上にいるから大丈夫。でもネズミは1個上の方におるんよね。いや、この階にいるはず。嘘。うん、2階に下ろしたから俺。あ、いた。いた。うまい。うまい。うまい。やだー。え、うまいっすよ。うわー。バッテリーがね、あの、お家帰りたい。お家に返して。うん。これ来るかな。あ、じゃあ、ゆきくんお任せ。あ、よ。あ、下に車椅子。やだ、もうやだ。りょうくん大丈夫？オッケー。あ、よ。あ、大丈夫、りょうくん行く？3階におるけんね、みんなの。あ、お化け、お化け。あの、前世ゆきとさん。あ、階段降りよる、階段降りよる、気をつけて。階段降りちょる。今行ける。本当に車椅子。両先生ありがとう本当に。車椅子はね、神様。わあ、今、超早く早く早く。一旦、一旦逃げた方が。悪魔に捕まっちゃる。お前か。やべ。ええ。めっちゃ逃げてる。あ。どこ行った？悪すぎる。私まず冤罪、冤罪をつ奇跡の冤罪をつ。あ、来ちゃダメ、来ちゃダメ、そっち行っちゃダメ、そっち行っちゃダメ、戻って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 。あ、よいしょ。すぐ逃げるよ、めちゃ。あ、りょう先生ついてく、りょう先生ついてく。これタイミングも大事だね。あ、これエキストがないか。いける。肉3つ。無理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 じゃ、こんなの。じゃあ別のルート探す。別のルート探す。3階袋小路っつってたからな。一旦ちょっとバッテリー返す。あそこの階段しかないの？あそこの階段しかないの？この西寮の鍵ってあったよね、確か。あった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 の、ある。持つ持つ。ここゆきくんじゃない、持ってんの？いや、持ってないと思う。あちが持つる、あちが持つる。お、じゃあ先進めるね。あ、ネズミいる。ちょっとネズミ。
あ、どこ？あ、ごめん、置いちゃった。うわ、やばいやばい。やばい。表現しちゃった。ちょっと、ダンの前に、ダンの前に、ダンの前に。あ、ダンの前に、ダンの前に。ネズミ、ネズミ。あ、ね、暖炉、左に走ってた、左に走ってた。暖炉、左。暖炉、やばい、すぐ見て。ピカピカした。あー、りょう先生。あら、超。とりあえず、救急キット。医療キット持ってくよ。あ、大丈夫大丈夫、むいちゃん。むいちゃん大丈夫。大丈夫？うん、よく動かないで。動かないで。あ、ごめん。動かないで、動かないで。はい。なんとか立てに。おるおる、おるが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 。3階におったんだっけ？おぉ、3階におったの。落ちが開けた西寮のところに。オッケー、ネズミね。あー、マジか。ちょっと一旦下に降りて。来るならここかな。うわっ、メズちゃんはいない。こっちかな。やだ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 。いっぱいおる、いっぱいおるよ。真後ろ来たか。やられた。挟まれた。挟まれた。いるね。で、待って、下に。下に持ってか。あ、バッテリー切れた。バッテリー切れた。バッテリーがない。バッテリーがない。出られん。うわぁ。ちょっと待って、救急来た。今ね、いるいるいる。ここに敵。みんな逃げて、みんな逃げて、ここ。お化け多い。お化け多い。いや、大丈夫、大丈夫、りょう先生、こっちで暖炉登る。お化けよりは早く。今、ね、暖炉の前に俺いるから。暖炉の…あー、そういうことか。うん。ネズミだ、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 ネズミだ。ネズミだから、こいつは捕獲します。はい。アルチ、近くにいないよね。今ね、1階にいる。何？何？あ、上上、2階でビリビリしてる。2階でビリビリしてる。これはどこ？ここ今どこ？ちょっと逃げるか。ごめん、みんなありがとう、本当に。あー、いたー。あー、ちょっと医療キットがなくなるかな。なくなるかな。急がねえと。どうしたらいいの、どうしたらいいの。これポップすんのかな、医療キットね。 え、ポップしてほしいね、これね。有限なの。有限だと死ぬ。え、だいぶきつい。なくなっちゃったしね、今医療キット。びっくりした。アルキュンか。アルキュンの後ろ足があの森に見えちゃった。あ、おる。やだ、うつ登れない。怖くて登れない。もうやだ。走って、来るかな。来た。おい、あー、オッケー。今のごめん、今、ね、医療キットがない。ここネズミ、ここネズミ。うわあ、ネズミいる。オッケー。医療キット、医療キットない。どこ。医療キットがないんだよ。あとネズミ何匹だっけ。そうね、3匹だったと思う。4匹。あ、ちょっと待って、そばにおるが。長いね。ここ、ちょっと上の階に上がるね。一階におったよ、一階におったよ。追っかける人、ゆきとさんが。ゆきとさん、くさ。あとまあ、三階にもあるね。三階、もう僕がいるところからもう一個上がった。うん。え、そこで結構近いと思う。やばいね。やだ、ここ上がれない。もうやだぜ。誰か助けて。もうやだ。あ、ナイス、ナイス、ナイス。あとに、あとに、あとに。あー、ここにいる、ここにいる。あ、医療キットあるじゃん。マジで出してた、してた。あった、あった、あった。あいつ早くね、足。ね、足めっちゃ速いよな、あいつ。
今医療キット俺も持ってる。俺も持ってる、俺も持ってる。そのゲーバー、ゲーバー。怖さよりゲームってやところ。3回ね、3回。なに？捕まった？めっちゃ足早かったわ。痛い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 。え、掘るの？掘るの？医療キットあった、医療キットあった。多分俺が落としたやつはどっかに。ちょ、多いって。車椅子。車椅子がマジで多いで。だよな。はい。あ。はあ。え。やばい、近くね。下か、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 下か。どこ、どこ、どこ。一階の暖炉近く、暖炉近く。あ、それで声が聞こえたんじゃ。なくない。ない。医療キットもうない。マジで。ハルチなんかさ、四角いモニュメントない？いやー、今のところはないな。なんか見えるっぽいんだよね。あ、なんかある、なんかある、なんかある。ある？ある？あ、ちょっと待って、じゃあユキトさんのところ向かう。今ね。捕まっちゃった。びっくりした。暖炉の右、暖炉の隣にある。あ、無理。奥にいるよ、奥にいるよ、奥にいるよ、奥にいるよ。あ、第4地上に。こっちも見つけた。救急キット、ここにある。こんにちは、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。先に助ける。ハルチは、と。サンキュー。あ、ちょけまずくない。いや、あとムイちゃん、ムイちゃんある近くに。まず近くにある、なんかそれっぽいのある。ある、オッケー、行きましょう、行きましょう。実績解除のなんかもある。ザコは倒す。あ、ヤマトヤヌイさん、おかえりなさい。ムイちゃんダメ、ムイちゃん力ダメか。ムイちゃんどこ。ムイちゃんそれ3回3回かね、これ。あった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 。りょうくん、俺、下のりょうくん、行くわ。マジ？え、マジ？え、マジ？むいちゃんどこ？落ちね。3階。あ、ライト見える、ライト見える、ライト見える。違う、これ、なんかあの影？ビリビリしてるよ、ビリビリしてるよ。ビリビリしてるね。あんま助けるのはやっほうがいい。今、ビリビリしてるはず。1階の階段、あ、走ってる、走ってる、走ってる。きな。あ、走ってるね。え、むいちゃん、やっぱ、あ、オッケーオッケーオッケー。車椅子いないね、車椅子いないね。上に来れる？あ、ありがとう、みんな。よし。あ、ありがとう。あ、ここに、ここに実績のやつある。ネズミがいる、ネズミがいる、ネズミがいる。ネズミ、ご飯、ご飯、ご飯。ご飯取ってくる。残飯がにゃ。あ、ある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 。どこどこ？2階？ 5 階、あ、3階、5階。5階。5階って何すか？5回ってなんすか。3回ね、3回ね。ヒューズは足りとる？ヒューズ、医療キットあるよ。医療キット回収しろ、医療キット回収しろ。どこどこどこ。あ、いた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 。医療キットだ。あ、むいちゃん、ある、あ、あるち、あるね。どこ、どこ。あ、こっちこっち。ビリビリしてる、ビリビリしてる。りょうくん、とりあえずりょうくん、いや、生きる、生きる。うわぁ、うわぁ、めっちゃ邪魔。ここら辺に行った、あ、いたいたいた、ここ。あ、オッケーオッケー、ほい。やばいやばい、今2階、今2階。2階におる？医療キット暖炉の前に置きます。ありがとう。1個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 、うわぁ、ジーン。痛いね。あ、いそうだね。あ、痛い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 。あー、これはもう、遅い。近い。近い。まあいい、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 全然いい、全然いい。とりあえず車椅子退治しとこう。うん。あと1匹ゲット。つつ、え、あと1匹なの？アルチが持ってるから。今俺が手に持ってるから。あと1匹、これとりあえず下にぶち込んでくるから。よきっと補給します。今ね、階段、階段本のと、あ、今2階、あ、2階上がってる、今2階上がってる。マッケー。あ、電気ビリビリしてる、電気ビリビリしてる、ビリビリしてる、ビリビリしてる。スーパー走る、スーパー走ると。止めるのか、これ。あの、今倒れてるのはユキユキ。そうそう、僕だけ、僕だけ。
オッケーオッケー。入れた。あ、ちょっと車椅子後ろに。後ろ車椅子。車椅子アルサ、スイッチ。うん、オッケー。あと1、あと1。あと医療キット、医療キットあったから。わあ、捕まった。大丈夫？大丈夫。車椅子が多いんだよ。こんにちは。最後のバッテリー、あのヒューズもはめたよ。ああ、待ってるー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いいな、俺の犠牲で勝てるなら全然いいんだ。あと1個、あと1個。あ、ヤトミさん応援ありがとう。頑張るよ。ちょっとビリビリしてる。ダウン近く、ダウン近く、ダウン近く、近い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 、下に降りるね、下に降りるね。一回今危ない。あ、地下に降りとる今、あの、サイ、いけ。行った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 。ネズミどこ。ちょっと待って、動かないで動かないで、ゆきくん。やばいやばい。どうしたらいいの？どうしたらいいの？しまった。まずいのでは。あの、ゆきくんをとりあえず回復してあげて。ここにあるから。めちゃいい。今ね、2階でビリビリしてる。2階でビリビリ。じゃあ1階も大丈夫じゃん。いや、でも近い。あ、今下降りた、下降りた、下降りた。オッケー、もう今のうちに回復。オッケー。ビリビリ早いって。早いね。探そう。ネズミ探そう。うん、ネズミ探して、ネズミ探して、ネズミ探す。僕は回復、ちょっと回り込んで、はぁ、はぁ、もう疲れ。どこにいるの？あと1匹。めっちゃ疲れた。叫び疲れちゃった。帰らせてあげよう。あ、ありがとう。頑張る。俺の目の前に医療キットある。オッケー。今、何人？うん。何人？4人止めてる？いける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 階段階段階段りょう先生待って、医療機関もうない、はい、医療機関もうない、多分ね、どっかで行くか思うから。あ、今ね、3階まで来た、3階まで来た、3階まで来た、ありがとう。あ、医療機関あったあったあった、医療機関、医療機関ゆきくんが来て、バリ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 してる、3回でバリバリしてる。ネズミ探して、ネズミ探して、ネズミ探して、今のうち、うん、オッケーオッケー。あの、隠れてるから今ね、降りた、降りた、ネズコー降りた、降りたね、今2階に降りるね。1階まで降りてほしいんだけどな。オッケー、今に3階に登ってった。3階なの？2階のさ、2階のなんかあの階段みたいなところ、これ階段今ね、近いと思う。ライト1人ところに今来てる。みんな待って、みんな待って、1人にせんで寂しい、怖い。あ、サンキュー。結構医療キットリポップしてるね。リポップしてる？ちょっと溜めてみたいな、うん、ネズコが。あ、ま、誰か死んでる人いる今？え、みんな今いない、今いない、みんないない。ネズコウがね、あとちょっとネズコウがマジで、やっぱり 3階じゃない、3階、やっぱり巣の前とかに置いとくか、巣の前とかに。ウエス、あっとっと、ウエス、やりよる、こいつ。やべべべべべ、今地下だね。うん、ねえ、ネルちゃん、レッドブル飲んで頑張る。地下まで連れて行かれた。地下まで、地下、地下。うん、今バリバリしてるよ。バリバリしてるよ。医療キット持ってきます。今バリバリしてるよ。バリバリしてる。3回まで。3回まで。3回まで。3回ちょっと調べる。ネズミ、ネズミ、ネズミ。どうしようかな、でも地下。今のうちに地下で、地下で、歩きん回復、歩きん回復。あー！車椅子！あ、地下にいる、地下にいる、地下にネズミいる、地下にネズミいる。あ、地下におるの？あの、地下にいる、地下にいる。遺体安置所？わかった。今死んでるの誰？うちです、うちです。あ、むいちゃん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 だけ。うわー、おーっと、わかったわかった。
え、死んでる人さ、ごめん。暖炉まで来れる？暖炉おる。暖炉おるけど、今絶賛ビリビリしとるから、この方が良い。しかもなんかあの、角が生えとる。あいつどこまで来る？怖いな。でも、地下にね、走りよる。あ、2階に上がったよ、あ、今行く。俺、医療キット持ってる、1個。ここにも医療キットある、おぉ、結構近いところにあるね。これで、誰か地下のネズミをちょっと頼むわ。あ、近いった。近いった。浮いてる浮いてる。足りねえ、くそ。ちょっと後に。あとちょっと。じゃあ、あとユキトさん、だけ？マジか、やべえこと言い出したな。ここね、暖炉のところにいっぱいね、暖炉いっぱいおるからの、フロアの真ん中に。3階にいる。中にいる？3階に。あ、今ね、上がってた。あ、無理ー、それは無理だよ。車椅子もめっちゃおるね、本当に。これ、8になった時に、8っていうか7になった時に、まとめてやった方がいいね。そうだね。うん。え、みんな、四つん這いになっちゃったの？四つん這いになっちゃった。ああ。しまっちゃおうねえじゃん。しまっちゃおう。しまっちゃおうねえ。ああ。しまっちゃおうはなんだったねえ。ああ、負けちゃった。負けちゃった。もう怖さうんぬんよりも早くこいつを分からせたい。ほんとじゃねえ。あと、両方ともあと一匹？あと一匹のところ？あと一匹だったね。だってやっぱ最後のやつになるときに7ぐらいのところでまとめてやった方がいいね、これ。うん。りょう先生すごい、全部一番じゃん。4冠、ね、4冠達成じゃん。ノイちゃん、ノイちゃん9冠もつって買ってる。あ、ほ、ほんと？多かったからね、ノイちゃん。多かったね、ほんとに。ほんとじゃん、でもめっちゃ疲れちゃったもん。難しいな、3階すごい細い道じゃもん。いやー難しかったー、これは。1個しかなかった。ねえ、リベンジしたい。泣きの1階、泣きの1階って、ファームハウスやりたい、せめて。ファームハウスやろ、ファームハウス。うん。そしたらもう、モーリーだよ。モーリーできるね、うん。ねえ、しまっちゃうおじさんだったね、今の。うん。7ぐらいの時になったら、もう、あれしよう、みんなで。まとめて、やこ、うんうん。よし、今度こそ分からせてやる。みんなでじゃあ、羊を持った状態を維持するってことじゃね。そう、7匹か6匹ぐらいになったらね。USA。DSC、エスケープキー押したよ。オーケー、撃ち押したよ。オーケー。モーリーしゃがんでますけど。開幕。さっき疲れたんだよ、きっともう、あれで。いや、もう疲れたわ。ビリビリで。疲れたよ。もう、曲がり角、こっちに行こう、やめてほしい、マジで。ねえ。でも先生すごい上手じゃない、すごい。汚いニャンチューがいた。何が？え、ワンちゃんじゃね？今の？あ、ちょっと待って。玄関先にアイテム一式揃っちゃったのに置いてない。え？え？なんだって？うん。なんだって？裏口ね、救急とガソリンセットで置いてあったのになくなっちゃる。今救急持ってきたよ。アルチが取ったんだよ。いや持ってきた。普通。とりあえずあれじゃね、道中にあると外にあると分からんくなっちゃうから。できるだけまとめて。うん、屋内のフロアに、うん。とっさに出た時とか分かりやすいよね。何にもない。何にも拾えてない。なんでですか？わかりませんね。わかりませんね。他
なんでですかね。ね、みんなで頑張って、まず、やっぱりね、下準備、下ごしらえが大事よね、やっぱりどんな料理も。いや、下ごしらえが大事よ。うん。今回でもシェフじゃないんで、私。コメディアン。コメディアン。コメディアンなの？コメディアンなの？コメディアン。コメディアンでいい？コーリーコメディアン。コメディアンなのに、さっきの精神病棟の時、全然面白みがなかったわ、もう。バチオコ無意。マジです、マジです。怖いよ。僕は。ねえ。悪くないのに怖いよ、ね、でも本能で笑いを求めに行かんとやっぱコメディアンダメなんだね。うん、何にも拾えてないんだけど、どうすればいいの？とりあえずどうする？そろそろ開ける？うん、開ける。誰が持ってる？りょう先生が持っちゃったよ。オッケー、そろそろ開けるか。ションめー、いってらっしゃい。うん、すげえ音しながら入ってくるね、こいつら。ねえ、おいしい。だってドアね、蹴破っていってるもんね。ねえ、とりあえずポリタンク。電池ってこれどうやって使うんでしたっけ？なくなったら R、 拾ったら R で、タンク R。 おお、出てます、出てます。出れません、出れません。シアフォード来た。 R、 R、 R で拾えた？拾って R、 R ビヨン。ん？つけっぱなしで。あるあるある。ドロップボタンじゃない？ドロップボタン。あ、入った入った入った。入った。うん。ありがとう。これ持つと他のものもらえ持てんもんね。あ、そうそう、持てない持てない。だからすぐにもうガチョンって入れたもん。うん、ガチョンって、うん、入れる。よし、開けろ。開いた。開けろっつか、開けろ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。行くぞー、行くぞ、お前ら。てめえ、分からせてやるからな、マジで。絶対に分からせてやるからな、お前。ね、救急。救急キット欲しいな。ドア開けて。救急キット、この広間に置いとったらいい？そうだ、うん、広間でいいんじゃないかな。開けたのと、え、え。おっと、シアシアといえばセラー、セラーといえばシアシア、なぜかワインが似合う大人だからですよね。ということでセラーの鍵をゲットしました。地下に開けに行きたいと思います。何言ってんだこいつ。え、ユキトさん今日飲んだのワインなの？違います。手巻き寿司にワインはないしょ。ないな、手巻き寿司だな。ユキくんまだ持ってんの？で今ガスリン、ガスリン。うん、こっちもガソリン持ってるから、持ってく、祭壇に持ってく。うちも持ってく。うちも持っちゃるや。持っちゃる？行こう行こう。暗くて全然先照らせんが。そうなんだ、ますげ、飲まない。なんか飲んでない、飲んでないよ。ワインは飲んでない。ワイン。あ、すごいいっぱいある。あれでいいじゃん。薄めればいいじゃんね。ねえ。ねえ。別にね、薄めればいいじゃんね。火つけといた方が目印パッとわかるけん、焼いた後もこれつけといた方が良いね。ねえ、泡出るやつ、泡出るやつと、泡出るやつ、シャンパン、うん、ビール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 と桃味の梅酒。あ、読書部屋の鍵拾ったって出ちょる。わら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 が欲しい。どうせセラーにいるだろあいつら。はい、どうせあいつらセラーにいるから先に藁を持っておこう。そうしよう。とりあえず羊一匹はゲット。待って、シアシアもゲットしたい。仕事できない感出すのやだ。まとめて焼いちゃうかったら、うん、え、みんなどこおる今？うーん、あ、りょう先生じゃん。藁探して。藁あそこに置いてあり、祭壇に置いてあるよ藁。あ、祭壇に、そう、祭壇からセラーでちょっと羊あるわ。いなかったらもうシアシアの仕事は終わったということで。なんかすごい音がする。とりあえず一匹焼いた。なんかいるよ。やばいやばい。なんかいるね。セラー開けたいんですよ。開いた。イエーイ。ナイス。これ？相手に変なのされそうでやんね。
救急キットを広間に置いておきます。上の羊小屋開けたい。やべ、音が近いよ。チカチカしてる、チカチカしてる。うわワンキル、ワンキル、ワンキル。チカチカしとる、チカチカしとる。目が赤い時は UV ライトが効きません。これは、あ、屋根裏、オッケーオッケー、屋根裏開けてくるわ。あ、ヤギ。屋根裏、屋根裏、屋根裏、どこ、あ、ここだ、ヤギ、ヤギ、熱い、ヤギ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 、はい、オッケー、ヤギ解放。なんかグワーグワー言ってますね。おる？近いな。近いね。声聞こえるね、すごい。うん。あ、でも声消えた、終了。声消えたね、終了。他に鍵があったはず。終了です。あ、来るか。来るぞ、みーちゃん来るぞ。階段降りる？外にヤギいます。外にヤギいます。あ、じゃあ私外行く、外行く。外行こう、外行こう。俺も外行く。どっち？お手側？うわぁ！え、外におったの？もう悲しいな。ああ、おったね。助けて。りょう先生助けに行くうち。オッケー、じゃあ俺はヤギ。うん。回収しとく。とりあえず6で止めとこうか。一回。逃げたと思うから。一回6ぐらいで止めとこう。りょう先生降りれそう？降りれそう。とねぎは残しておくても。ああ、なるほどね。なるほど。賢い。よいしょ。なるほど、ね。あ、確かに。じゃあ、なるほどね。いや、もう。あ、ここに。室内ヤギ。取っちゃおうか。うん。室内ヤギ。引き君持ってくるヤギ。いや、今逃がしてるけど、どうする？オッケー。いや、いいんじゃない。わらがない。今食われ。とりあえず室内ヤギ。アムイちゃん。詰めちゃおうよ。アムイちゃんが今あの。持った。なんとかしてくれそうだから。何？持ったよ、おつい。じゃあ。やだ、声すっごい聞こえるんだけど。とりあえず祭壇まで行って、りょくん。はーい。祭壇まで来たよ、祭壇まで来たよ。オッケー。おやすみやす、先に。いないね、表にはいない。中かなーね、ヤギの声かわいいにね、スモツキさん。中ヤギとりあえず潰したいね。ね。なになに、声する声する、どこ？鍋入れたよ、うつ燃やしたらよい？持ってない。燃やすよ、うつ燃やしちゃうよ、燃やしちゃうよ。いいよ、うん、逃げろ逃げろ、一旦祭壇まで引く。うわー、行くじゃん。痛い、それは無理だったね、確かに。一旦引いた方がいい。ナビ横通ってた。横通ってて、バカチン。バカチン。バカチンが。バカチンが。あ、バカチン。あ、でもこれいいな。あれだな。医療キットの場所が。ガソリンこれで足りちょるよ。足りてるから、とりあえず。4匹、2人、みんなか。カウンターいっぱいある。あとで。いいよ、いいよ。うるうる子がいるから。はい。医療キットめっちゃあるじゃん、ここ。そうよ。僕が集めておいて。りょう先生すごい。まだいるからちょっと待って。2回攻めるか。あ、ちょっと待って、今助けに行く。あ、そっち待って待って待って、いる。2回上がってってる今。あ、じゃあ今行ける、大丈夫。待って、今なら行け。プレイルームの鍵が必要。行くよ、行くね。一旦ここで止めとこう、ヤギ。プレイルームあるよ、プレイルーム。本当？どこっすか？ちょっと待って、今多分2回来てる。あ、2回来てる。怖くて外出ちゃった。無理、もう実況できないよ、こんなの。今、個室で耐えてる。ヤギちゃん。今、目そらしてたやん、君。下がんなきゃダメだよ。
あ、そういうこと？外連れてかれちゃった。少しずつ自分でその UV やりながら探し下がった方がいい。ああ、なるほどね。うん。今ね、表にいるね。表におる？ちょっと、おらんくなったらうち行くよ。あ、ちょっと待って、ヤギいた。あ、リオ先生、危ない危ない危ない、そっちおるって。おる？ちょっと待って。いや、おらん。おらん？どこか痛い。あれじゃない？なんかさ、なんか、精神病棟のが、定時的に、あれがあるまである。あ、確かに。容量をね。ユーリ、ここ、あれが、あれが、ここなんか弱い。ここ弱いんだよ。ユーリつけれない。精神病棟めちゃめちゃ先ユーリつけると思う。なんか弱いからね。まあ、一本道だったからね。ちょっと待って、今外にいる。外にいる。ちょっと待って。俺今羊持ってるんだけど。うちさ、ちょっと上の階に行く。上の階に行って、お羊捕まえる。あ、おったおった羊おったね。わらがないやろ。わらがないの、わらないの。わらわら。やべ。危ねえ、やり過ごした。わらが、これいるんだ。捕まっちゃった。2階におった。2階におった。外に連れてかれちゃった。2階におったよ、みんな。ヤギ1匹燃やす、うん。入れとくだけ入れとくから、燃やしはしないね。うん、燃やしはしない、うん。そうだね。まとめて燃やせるようにしとこう。どこここ。どこここ。いる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 、いるはいるいるいる。いるいるいるね。うちの、これガソリンだと思ってんの。うち建物の中に入る。建物の中に入る。じゃあ入ったら生き返す。お持ち帰りされちゃった。あ、ハレミヤさんいらっしゃい。ごめんキャスト。ほらちょっと、あ、マリちゃんと改善かも。よいしょ、ありがとう。あ、時計が鳴っとるが。あ、ありがとう。バラと、あと何？とりあえず、もうね、3匹。いるね。やだー、やだ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 。でもこっち来てない。こっち来てない。あ、来てる。ちょっと誰か助けてほしい。ライトでやっつけるよ。まただよ。下がれないんだよ、これ。無理だよ。やだ、これ。頑張れよ。後ろ見ないんだよ。わら見つけた。あと2階にね、掘ったの。違うところに怒り覚えてんだけど、僕。ね。でぞ。ねえ、後ろさ、後ろだって把握できなくない？ここさ、把握できない。あるさ、あるさ。やるしかない。そう、一本道がいいんだよ、だから。病院、さっきのところはさ、ねえ、うん、そうね、それはわかる。ああだこうだ、ああだこうだ、ああだこうだ。え、何？どうしたのに、ういちゃん。ね、なんかおった？あ、この辺りにね、ヤギが、ヤギ羊がおったなと思って、あれ？おるね、おるね。スケープゴート、スケープゴート。はまらん、はまんない。これどこだ？図書室。どっかにいる。まずどうやってはめたんだろう。あ、はまった。どこや？スケープゴート。あ、いた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 。ヤギさん、どこ？とりあえず俺今、あ、持った。あ、持っちゃうから。うん。あとはじゃあ、みんなであと、ね、あとね持って、一気に。だったら、もう、捕まるなら、我が捕まるよ、持ってないから。これ、閉めた方がいい。閉めれるの、これ。閉めれる。閉めれる。あ、閉めれるの、このゲーム。閉めれる。先に言ってほしかった。それを閉めてこうやっておくことで、開けた時にね、押し出されてね。チカチカする。開けてきやがったこいつ。開けてきちゃった。ヤギどっか行った？ヤギどっか行ったね。ちょっと待ってね、おつい回復アイテム取ってくる。今ね、今誰か死んでる？アルスさんがやられてる。後ろにいる。多分りょうくん。うち、アルさん、どこ行きおるの？ヤギが1階に。え、どこ？こんにちは。ヤギが1階に降りて。ああ、ダメじゃん。こっち来ちゃダメ。来ちゃる、来ちゃる。
やだ今ね、1階に降りて。うわ、いる、うん、1階に降りとるから気をつけてね、みんな。いいよ。ごめん、わら、わら、これ。たぶん、ヤギ、1階に降りたんじゃないか、これ。だよね。そのまま外に出しちゃった方がいいんじゃないか。ガソリンはもう十分あるからさ、ドロップ線で、あの、拾わんくて大丈夫で。あらあらあら、図書室の鍵、よし、図書室の鍵、持ってんの？誰か持ってる？図書室の鍵、うち今回鍵拾っちゃらんよ。同じ。必要だな、図書室の鍵が必要。ね。あそこ結構でかい、あの通路は。多分そこに一匹いるよね。うん、おち鍵持つらん。いや、必要だな、図書室の鍵、どうにかしてゲットしたい。やべえ、UV で遊んでる間にさ、やってくるのが本当に大きい。あー、右耳か。そう思いませんか？ヤギ、私はそう思います。あ、ヤギいた、ヤギいた、ヤギいた、ヤギおった？何回におるの？ヤギ捕まえた。ヤギ一匹捕まえたよ。オッケー。捕まえた。今捕まえた。どんな進捗？捕まえた。あのね、釜に一匹入ってるから、一匹だ。捕まった？いや大丈夫、いける。オッケーオッケー。じゃあ俺中で探すわ。今ね、外にいる、外。ああいた。ヤギ。捕まってる。ヤギ。ああ、連れてかれている、連れてかれている。とりあえず、もう、ああ、そっか、一匹入ってる。ゆきとさんは、うちが助ける、うちが助ける。るから多分ね、外に一匹いると、表側に一匹今捕まったから、表にいると思う、一匹。あのね、今それ、見つけた。よし。祭壇側にもう持ってきた。あち、今助けに行くよ、待っちゃって。あと何匹いるかな、いないかな。あとね、3匹。3匹入ってるじゃん。ありがとう。じゃあ2匹いる、うん、今2匹いるから、ゆきくんの持ってたやつで最後。あ、いや、あと1匹だと思う、それで。あら、あら、うん、え、だって今入ってるやつと僕が持ってるやつと今ね、6だから、今6だから、そうそうそう、だ、今俺持ってるから、ここにもう捨てとくから、こいつ、あれ、こいつ捨てれないの、1回持って。わら、どこ、わら、どこ、わら、どこ、逃げちゃうね。うん、逃げちゃうね。でも外に出しとく方がいいっしょ。でもね、捕まるとき結構なんか映ったんだよね。悲しいよね。これが人間ってやつだよね。あらら。一匹燃やしとく？いや、いいと思う。お、ほっといて。やだ、チカチカしとるから、おるってことよね、これ。あー、もうやだ、このゲーム。怖さとかじゃないんだよ、こっち。今ね、祭壇近くに一匹ヤギを放したので、うん、僕も一匹放した。やだあいつ、やだあいつ。後で捕まえたら、あ、カメゴスだからダメなんじゃ。もう倒れてるな、ゆきくん。あ、どっち助けに、どっちが助けに行く、ちょっと待っちゃって。あ、いるよ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 。わかつる、わかつる、わかつる、わかつる。いるよ、大丈夫か？じゃあ僕らはあれだな。俺また死ぬぞ、俺死ぬぞ、すぐ死ぬぞ、ほーら死ぬぞ、絶対死ぬぞ。次どうしたらよいんだろ、次どうしたらいいんだろ。3階図書室の鍵欲しいね。図書室の鍵欲しいな。知らない、今の見てないことにしとこう。ち図書室の鍵行った。どこ。あ、ありがとう、ありがとう。声が聞こえる。もうね、怖いとかじゃないんだよ。捕まることへの分かるか、この。うざいよね。よしよし、失敗しない。よしよし、失敗しない。よしよし、失敗しない。草。とりあえず図書室の鍵が欲しいな。やべ、来る。おいちゃん、あっち側ね、行かん方がいいかもしれない。あっち側？とりあえずドア閉めとく。廊下、廊下、廊下。今閉めたとこ。階段だね。やばい。やばいな。
ながら照らすっていうのがね、僕には理解できないやだやだやだ、僕には理解できないんだよ、僕には理解できないんだな。あ、鍵あった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 、オッケーオッケーオッケー、図書室を、図書室、あ、図書室、すごいすごいすごい、図書室ってどこですか？2階、2階、でもね、今2階に絶賛起こった気がするの。今1階、1階、1階、1階。あ、1階じゃね、声1階から聞こえるね。こっち。藁持ってる？今ね、ちょうどね、俺の周りうろうろしてる。誰か藁持ってない？ね、あれ？こっちだったかいね。こっち。あれ？先生、迷子です。あ、こっち、こっち、こっち、これ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 。なに？あれ、いなくなった。俺の周りうろうろしたのに。開いた、開いたけど、あ、あ、帰ってきた、帰ってきた、おかえり、開いたよ、いた、いた、わらわら、あ、ゆきとさん、こっちにも鍵、こっちにも鍵、こっちにも鍵、これはこっちで行くの。今ね、俺の周りうろうろしてるから敵、わら、わらがない、わら、わらがない、バラがない。すごい。俺この部屋の中でエイト買ってる。あ、バラバラ。ゆきとさん、ゆきとさん、こっちも鍵ある。了解。下のところ。バラを。バラを持ってきばもうそんで。やばい。バラ、外外外。わあ。外にいっぱいある。わあ。ついに開けてきやがったあいつ。ああ、外に。じゃあ反対行こう。外わらわら、外わらわらかね、わらわらだよね、わらわら、うえんちょんちょん、あ、ちょん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 、はぁ、なんで2人、よいしょ、アルさん、はい、あれ今進捗どんな感じ、どっちの、図書室の、だからわらがあればいける、わらがあればいける、図書室の上の2階のところは開いたけど、まだ1階のところは開いちゃおらん？なんかいるよ、そこいるよね、そういるよね、え、なんかいた、え、今誰か、あ、お前、あ、いた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 、草、りょう先生待って、助かる、うん、わらがないんで、わらが、わらを、わらね、今俺手持ったわ、外にいっぱいある、わら取った、わら取った、わらわら、外？外？外？二階、二階。そんで二階のあれが開いてる。あ、おるおるおる、おるが？おるよ。広場に、広場に、広場に。で、祭壇近くにヤギが何匹か放たれてるので。無理無理。全然追っ払えないよ。閉まる。頑張れ。頑張れ。わら。あら、まただよ。すぐ来るじゃん。クマがわらわら。昼だ。初めて昼間釣れた。ありがとうございました。視聴者の成長にご期待ください。以上です。すごい。ああ、でも走ってきて捕まった。視聴者の成長は終了しました。頭打ちです。成長結果が早いです。ああ、走ってる走ってる走ってる早いです。そこか。そこか、チカン、チカン、持ってたか、はい、え、まだやばくない、え、いるよ、いるよ、うん、いるよ、早く逃げる、あ、地下におる、地下におる、嘘です、地下におる、嘘でしょ、嘘でしょ、うちはスパルタでやってるからね、え、どこにいるの、え、外にいる、あ、マジか、お隣で行くやつ、ほんとやばい、みんなみんな地下におったよ、地下におったよ、地下におったよ、あ、じゃあそれ捕まえて、それ捕まえて、うん、それ捕まえて祭壇側行こう、祭壇側、もう祭壇側にあと2体ぐらい外放牧してるから今、放牧は草、え、でもどっか入ったでしょう、こんなに長時間来てたら、あれ、おらんくなっちゃった、鳴き声しちゃったのに、鳴き声するね、上にいるわ、あ、おる、鳴き声する、上にいるね、と、外出た？あ、外出た、外出た。さあ、どっちから来る？いるね。あれ、ついてってね。目言うたね。あ、あった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 。おー、ナイスナイス。ほんで終わり？ウィー！みんな逃げてー！いや、みんな逃げてー！いけるいける。よし、ひるませた。みんなの合体ビーム。どうしたらいいの？祭壇まで持っていけばいいんだね。
そう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 。これであと何匹？今俺が手に持ってる。こっちも手に持っとる。で、中に1匹入ってるから。うん。あと1匹だね。なんであと1匹、あと1匹。誰か教えてください。教えてください。なんで僕がこんな人なんでしょうか。とりあえず、りょうくん解放、あれしてもらった方がいいのかな、これね。回復してもらって。もうね、あー、ヤギいた。待って、ヤギいた、ヤギいた。何回何回取った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 。あ、ほんと、ほんと、ほんと。もう、ゆきくんは、ゆきくんはほっとく。もう、ほっといてほしい。あいつは、あいつはもう、終わりだ。あいつはもう、しょうがない。でも、ゆきくんがいないと、これ、焼けなくね？なんで？なんで？あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫じゃない、でも。あの、近くに藁があるから、もう一回拾えるよ。ほんと？ここ、ここ。来たよー。はーい。じゃあ、うち、話すね。一旦話すね。あ、そういうことか。あ、そうで、そう、ヤギ、一旦話しても。見ちゃって、見守っちゃって。餌食べてる。大丈夫。待って、終わりの瞬間を求めてたいな。はい、急げ急げ。あ、ヤギ逃げる。待って、行かないで。ねえ、行かないで。あ、行かないで。わあ、どちらの作戦が。作戦が。待って、ちょっと、ユキ君回復させる。回復させよう。むちゃんどこに行った？もう外連れてかれた。反対側、反対側。はい、つくばって、フロアに戻る。フロアに、あ、ダッシュでまた火の中入る。あ、今の。見た目は似てるけど、僕だからね。ちょっとね、りょう先生じゃった。ちょっとね、今、後ろにいるよ、むいちゃん。え？ゆきくん。あ、ほんとじゃ、後ろにおる、後ろにおる。気をつけてみんな。そう、燃やしちまったぜ。心は人間。あ、活性化した、活性化。活性化しとる。頑張ろう。あとちょっとじゃね、あとちょっと。うわ、すごいスピードでした。走ってる、走ってる。あ、来るよ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 。走った、中入ったよ。にゃー先生。あ、今、うちが横になってるフロアにヤギおる、ヤギおる。でもさ、下手だよ。あ、でも一回、あ、後ろか。でも下手なんだよな。え、今もう3人やられてしまったの？いや、2人じゃない。2人だね。2人？生きてる。今、祭壇側に来てたんだけど、今戻ってる。あ、ライトの光が、どなた？地下にいるから敵。うん。ありがとう。ゆきとさん、ありがとう。あー、そっか。死んだ。マジで？なぜ死んだのか。これあれだね、エイペックスで、起こしてたらさ、やられたやつ、よくあるやつ。そうね、どこにある医療キット。あ、近くにある、近くにある。あ、直したよ。大丈夫大丈夫、いけるいける。直せる直せる。チカチカしてる、チカチカしてる。あとはヤギ、ヤギ、ここ藁がない、藁が、藁がないよ。あるあるある、今藁食いに行ってる、食いに行ってる。これくっくっ、危ねえ。あれ、あ、よくない、よくない。あれ、逃げた。どうしたらいい、どうしたらいい。こいつ逃げる、逃げた方がいい、逃げた方がいい。いや、りょう先生気をつけて。おる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 、そこっちおる、フロアにおる。捕まるか、捕まりに行くか。今俺捕まった、今俺捕まった。そっちかーい。うーん、よく止まって。オッケー。じゃあ、あとはめっちゃ連れてかれた、めっちゃ連れてかれた、めっちゃ連れてかれた。上上上上上。ヤギの声聞こえる。ヤギの声聞こえる。わらがないよ、わらが。
あ、もつりょ、もつりょ、もつりょ、どこどこ広間に。広間広間こっち側から回る。この辺にいたんだよ。でも、外で声聞こえたよ。今、3階にいたよ。え、3階敵は3階だよ、敵は3階。ヤギはね、広間とあの祭壇側近くにいるはず。どこどこどこ？ヤギがいにゃ。ああ。いにゃか。にゃな。敵がいるね。にゃ。なんだ。疲れた。あとちょっとなんだけど、あとちょっとなんだ、頑張れ。うん、ちょっと待って、ゆきとさん、今そっち大丈夫？大丈夫、ああ今ね、1階だ、1階じゃない、これ何、なんかヤギの番号がある。3階、3階、3階か、3階、3階、この1個上だ。あ、来ちょる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 、こっち来ちょる、わーわーわー。2階降りてる、2階降りてる、降りてる降りてる。頑張って、あとちょっと、あとちょっと。あ、走り出しそう。あれ、ほらほら、ゆきとさんどこ？今敵の後ろにいるから、あ、ちょっとほっといてほしい。あ、走り出した。捕まっちゃった。むいちゃー。あー、マジか。ヤギがおらん。ねえ、どこ行っちゃったの？広場におったのに。とりあえず回復させようか。マツマの回復フロアに戻る。あ、近いね、みっちゃん。いや、あっちの遠い方。あ、動かないで、みっちゃん。みっちゃんじゃない、これ、ゆきくんだ。あれ、どう、お茶のお化けと、はい、あ、ごめん、ありがとう、気をつけてね、近くにまだおるかも。わらわらな、ヤギがどこ行った、マジで。わら欲しい。なるよ、なんか始まったよ。はいはい、こんにちは、私とも来るでしょ、いらっしゃい。今、あーん、よし、え、いた。今ね、1階にいる。1階の広間近く、広間近く、広間近く、はい。今、アルスさんと一緒におるよ。今ね、3階で、わらを探して。とりあえず、わら、あ、いた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 、あった？ここにおる、ここにおる、どっかにおる、声した、声した？うん。いや、バッテリーなくなっちゃったな。うち、ちょっと フロアにちょっと物置いて。あー、今肉体、今2階でーす。走ってきました。でも捕まってるので連れられています。はーい、脱出したいです。地下かな、これは。地下だ、地下だ。どこだ、羊。地下の最初に入るとこだ。地下に行くね、じゃあ待っちゃって。ここら辺に祭壇、あ、祭壇切った方がいい。あれ、羊どこだ、声したんだけどな。うち、ちょっとじゃあ両先生助けに行くね。いたわ、おいで。あ、両先生外出とる今。うん、待って待って、来てる来てる、やったー。みんな逃げるの？あ、今赤い。あー、向いちゃう。捕まっちゃった。捕まっちゃった。あ、揃った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 。焼き肉、焼き肉。いや、もううちのこと構わず焼いて。チンギスカンして。いや、でも、りょうくん、いけるか、りょうくん。いっていって。いいよいいよ、燃やすよ。焼いて。いや、これはゆきくん。
行くか。あれここにもいるよ。ここにもいるよ。コイドン、コイドン。あれヤギいるよ。多分ね。え、じゃあもう一匹。もう一匹だ、もう一匹。あ、いる、持ってる、持ってる、持ってる。オッケー、来な。あー、クロクタ見えない。はい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 。え、はい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 。ねえ、和光さんね、連携うまくいっちゃったんにね。ちょっと逃げるの遅くなっちゃった。燃やしちゃう、燃やしちゃうか。燃やしちゃう、燃やしちゃう。燃やして燃やして、ガンガン燃やして。オッケー。もう揃ってる、揃った、今手元に持ってる。あと一匹、あと一匹。助けに行ってみるか。今ね、あ、活性化してる。今外、一階広間の前の外。よいしょ。よいしょよいしょ。走って、どっちの方が悪魔よりハイハイうまいみたい。よいしょ。もう痩せ、もうエロよ。もうよ。燃えた。やった、やった、やった。燃えたぞ。止まった、止まった、止まった。なんか浮いてる。牛さん浮いてる。浮いてる、浮いてる、浮いてる、浮いてる。あ、じゃあ祭壇に向かって行きよるんじゃん。今のうちに生き返せんかな。最後の状態がいいかな。あ、じゃあ俺の方は後で録画で確認してくださいってことで。はーい。アーカイブ見る。あの、配信はしてないので、あの、上がることを祈ってください。ウイちゃんが間に合うかな、これで。あ、ありがとう。終わった。あ、みんな見れる。みんな見れる。エンディングだ。やったー、みんなありがとう。いやー、視聴者のみんなもすごい応援いっぱいありがとう、本当にね。ナイスー。やったー。これやれ、ユキトさんのこと言っちゃるんかな。ありがとう、ナチさん、ワコーさん、チカさん、あ、レミヤさんもありがとう、見ちゃってくれたんじゃ。エンディングいけたよ。ねえ、燃えちゃったね。ねえ、これで病院に続くんじゃね。下月さん、ありがとう。あ、やっと水、ありがとう、本当に。一緒に応援してくれてから。うん、ねえ、やとみさん怖かったね、本当に。でもすっごい楽しかった、4人で遊ぶの。疲れた、でも。疲れた、本当疲れた。疲れた、いい感じじゃない。あるじゃね、4人のコラボで一番すごい連携頑張ったゲームじゃったね。いや、頑張った、これ。頑張ったな、これ。あ、ねるちゃん、ありがとう。やったよ、クリア。もはや恐怖の感情はないな、俺たち。ない、ない、ない、ない。怖いという感情ない。ない、もう、あの、何、プロになったの、プロに。左手が痛い。うん。怖いというか、もはやあれだもんな。ワクワさん、ありがとう。見とる方も力入っちゃったって。うん。いやー、ありがとう。めっちゃびっくりするんや。ねえ。でも、みんなのすごい作戦勝つじゃん。慣れないでも、これ。慣れる、慣れる、慣れる。うん。最初の1回だけだよね、なんかね。そうそうそう、あの姉さんとあのルアク、ルアクみたいな感じ。そう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 、ルアクみたいな感情だよね、もうこれ。ウィッチットのね。そう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 。これ閉じるでいいかな。音がうるせえだけだもん、本当に。あ、でもすごいゲームとしてすごい面白い。やっぱりみんなでこうやって声かけ合ってさ、あの、いやもうね、集めたりとか助けたりとか。いやちょっと、もし次やるんだとしたら2ヶ月後ぐらいにしてほしい。そうね、ちょっと考えようか、これは。ほんと？ちょっと休息期間をください。休息期間欲しい、これは。マジで。うん。パシフィー、パシフィー。ね、あの、精神科施設と、あと旅館そうね。ね。旅館もね、クリアして。うん。でも、この連携、3人の、4人のね、あの、あれだったら絶対いけると思うの。とりあえず、ゆきくんはパッとやめよっか。いやいやいや、でも、あれじゃった。病院もうまかったじゃん。あ、ファームが、
絶対キーマの方がいい絶対キーマの方がいい、本当にファームがダメなんだよね、ほんとファームダメ。もう分かったもん、見て分かったもん、すぐ分かったもん。ファーム、病院、ファームってやってさ、あ、ファームダメだわって思ったもん。まあ、病院一歩通行だったからね、ほとんどね。そうじゃね、愉快だった。やれることっていうか、行けるとこ温泉が一等ヤバそうだって。でもあのね、これあのただのなんかこう見た目が変わるだけかと思ったんじゃけど、あのストーリーが地続きであるみたいじゃね、やっぱりねえ、うん、そこが面白い。うん、面白い。せっかくじゃからね、旅館のストーリーもせっかくじゃから精神科施設クリアしてみてみたいね。そうだね、うん、クリアしてからだね、本当に。うん、すべてはここをクリアしてからだ。はい、ほいちゃん今あ11時回っとる。もう回っちょるで。うん、じゃあちょっとあの締めの挨拶行こうかいね。あの行けましょうか、じゃあ。うん、どうする。あ、じゃあちょっとあの視聴者様のお名前の読み上げしたいと思ってるんじゃけど。あ、オッケーでーす。じゃあ、あ、僕たちは一旦ここで外れましょうか。あ、はーい、わかりました。別枠に移りましょう、僕たちは。はい、僕たちで了解。じゃあちょっとみんな待っちゃってね。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。最後まで見てくれてね、ありがとう。ありがとう、お疲れ様。お疲れ。はい、じゃあね、デボは今日のコラボ配信はね一旦区切ろうと思います。よかったね、すごい。最後クリアできて、みんなでやってよかった、すごい。ねえ。みんなすごい、あの、アイテム集めたりとかね、すごい、お羊さん捕まえるの上手でから、うちはもうほぼほぼサポートに回すだけだったんだけど、あ、みや、りょう先生すごい。プルプルしとる、プルプルしとる。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ほいでね、今日ね、遊びに来てくださった、あの、牛飼いアルスさん、シアのゆきとさん、つづらりょう先生、3人のね、あの、ツイッターと YouTube チャンネル概要欄にね、書いちょるから、ね、みんなあの、すっごいあの、4人のね、配信もめっちゃ面白いから、あの、チャンネル登録とね、フォロー、どうぞよろしくお願いします。ほいじゃね、あるじゃん。みんなね、今日来てくださった視聴者様のお名前読み上げするね。あ、シャルちゃん、ありがとう。ハレミヤさんもありがとう。ナチさんもありがとう。ね、最後みんなで協力して、ね、すごい、協力で儀式成功できてよかったよ。ユーリアさん、遊びに来てくれてありがとう。サフラディンさん、遊びに来てくれてありがとう。センキュー。このハネーさん。ね、うちもすっごい怖かったけど、頑張ってなんとかクリアできたよ。ナモナイルのお兄さんも遊びに来てくれてありがとう。お仕事おといさん、遊びに来てくれてありがとう。あっちゃーん、遊びに来てくれてありがとう。すっごい嬉しいんよ。またね、あの、みんなで遊んだりとか、ね、あの、ねるちゃんね、あの、配信とかしとるから、またね、遊びに来てね。つよしさんも遊びに来てくれてありがとう。かるちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。らかちゃんも、すごい、あの、コメントありがとうね、ほんとに。また遊びに来てね。佐野のにゃんこさん、遊びに来てくれてありがとう。ヤマトヤヌイさん、遊びに来てくれてありがとう。ヤトミさん、怖いに一緒に見てくれてありがとう。あれじゃね、すごい。あの、すごい迫力じゃったね。あの、正直うち旅館が心配じゃよ。ね、またね、次配信するときもよろしくね。ちかさんも応援ありがとう。わたけさんも、あのね、
ペガサスの情報ありがとね。ラスベガス出身じゃったんじゃね。サルちゃん、遊びに来てくれてありがとう。やっぱり怖いね、このゲーム。あんね、サルちゃんとカルちゃんとカペルさんとネルちゃんでね、あの、デボアのね、実況もしとるから、よかったらね、アーカイブ探してみてみてね。うちのところじゃとあれかな、あの、ね、コラボ配信の再生リストに入っちゃると思う。ねえ、ねるちゃんもすっごい怖くてね、あの、もう声も出んくらい怖かったみたいだから。ハレミヤさんも遊びに来てくれてありがとう。めっちゃ嬉しい。また遊びに来てね。ナチさんも遊びに来てくれてありがとう。セモツキさんもありがとうね。ヘイストラさんも応援いっぱいありがとう。ダウケツさんも本当にありがとうね。マッコモンさん、ありがとう、すごい。最後までね、気持ち折れずに頑張れたよ。またね、次配信するときよろしくね。ミコさん、大輝からね、すごいコメント応援、本当にありがとう。うん、オツネル、ムイネル、ムイシコバイバイ、ありがとう。あ、ありがとう、サズミヤさん、ハレミヤさん、またね、遊びに来てね。うん。あ、ヤトミさんありがとうね。次回もね、また、みんなに声かけてやってみる。はい。ほいじゃね、ほいじゃね。今日の配信これで終わろうと思います。ありがとう。ほいじゃ、みんなね、あの、次の配信もまたツイッターで告知するので、もしよかったらまた遊びに来てください。ほいじゃほいじゃ、バイバーイ。